私にこんなことして、ただじゃ済まさないからね。自ら撒いた種で、おつぼね様の社長夫人を怒らせてしまった俺。彼女は激高して、甲高い声でそう怒鳴っていた。それに続いて、聞くに耐えない罵詈雑言が俺に向かって飛んでくる。何も言えず、黙ったままうつむいて震えていると、社長の声で。ふざけおって、君は首だと聞こえた。こんなことをしたのだから、当然の報いだな。そう思って、すべて諦め、俺は誤ってその場を去ろうとしたのだが、なぜか仏のように優しい声で、社長に呼び止められ。俺の名前は山本隆。現在25歳の男で、特に人に誇れるような点はない。ごくごく普通の人間だと思う。理系大学を卒業し、小さな化学系メーカーの開発部に就職した。実家から勤務先までは電車とバスで1時間くらいを要する。そろそろ一人暮らしを考えているが、何しろ薄給なものだから、ある程度のお金が貯まるまでは実家にお邪魔しようと思っている。時折、なぜ化学系の職に就いているんだろうと不思議に感じることがある。というのも、俺は大学入試は生物を選択したはずだった。学部も生命科学系統のものだし、もちろん講義もその類を受けていた。それなのに、気がついたら化学系メーカー勤務。不思議だ。入社後数ヶ月間は、実家から通えるこの本社工場にて仕事をしていた。開発部に行く前に現場や製品のことを知る。つまり研修である。工場での製造の手伝いや、梱包などの出荷作業をやっていた。もともと手先が器用な方じゃないので、梱包はちょっと苦手だった。意図しないところに両面テープがひっついてしまい、痕跡を残さぬようゆっくり剥がすなどしていたのは、今ではいい思い出だ。そうやって数ヶ月間過ごした後、俺は開発部の本体がある A 工場へと移動することになった。1年の期間限定という約束の移動だ。A 工場はここからはるか遠く、田舎の山奥にある。地下の問題だろうということは想像に難くない。とても実家から通える距離ではないので、現地のアパートを借りることに。入社後数ヶ月間で A 工場に行くという流れは、入社時に聞いていたプランだった。事前に話を聞いていたので、その辺は特に問題なくスムーズに進んだ。A 工場では開発部の仕事を学んだ。そうそう。だから、これはこうすればいいってわけ。山本くんすごいね。よく理解してるじゃん。ありがとうございます。本社での現場研修が功を奏し、製品知識はそれなりに身についていた。問題なのは、詳しい化学や物理のことだ。化学反応がうんぬん、分子の極性がうんぬん、応力歪み曲線がうんぬん。仮にも理系出身なので、初めて聞く単語というわけではなかった。だが、化学専攻、物理専攻の人たちから見れば、もはや何も知らないに等しいだろうと思う。山本くん、はい、サンプルの依頼書。納期までに準備して、書いてあるところに出荷してね。対応したら判子を押して、調整に提出だよ。はい。俺の仕事は大きく分けると2つ。1つは、今部長から依頼書を渡されたような既存製品のサンプルを調達するか、在庫がないものならサンプル用に作るかして出荷する仕事。フィルム系の製品は A4 サンプルの依頼が多いが、生来の不器用さがたたって、最初は名刺サイズを作るので精一杯だったな。もう一つは新規の開発案件だ。後者の依頼があると、担当の営業さんと一緒にお客さんのところに飛んでいく。最近ではウェブミーティングもできるから、毎回遠出するわけではないのが救いだ。ああ、それと明日の午後1からお客さんと打ち合わせの予定があるんだ。勉強のため、山本くんも参加してくれ。明日の午後1ですね。はい、承知しました。
月に1回くらいこういうイレギュラーがある。そのせいで納期に余裕があるからって調子に乗っていると痛い目を見る。それを学んだのは最初の1ヶ月目のことであった。打ち合わせは対お客さんばかりではない。原材料メーカーとの打ち合わせではこっちがお客さんなのだ。こうして1年はあっという間に過ぎた。じゃあ本社でも元気にね。何かあったらすぐ電話しろよ。はい、1年間お世話になりました。 A 工場の上司や先輩方はみんな優しかった。特に部長と主幹は気さくな人たちで、普段からコントでもしてるんですかと思うくらい会話が面白い。よほどの事情でもない限り事務所は笑いに包まれていた。そんな彼らと会えなくなるのはなかなかに寂しいものだ。でも大丈夫、その二人に次いで面白い同期の荒垣くんが一緒に本社移動することになっている。彼は A 工場がある地域の出身だ。彼はこれから本社付近で一人暮らしをすることになるが、高校を出てから一人暮らしをして大学に行っていたそうで、もう慣れっこらしい。本社に戻ってきた初日、俺は目を丸くした。A 工場に行っている1年の間に、本社工場に平屋の建物が一つ増えていたからだ。いやあ、久しぶりだね、山本くん、荒垣くん。朝礼が終わると、そう声をかけられた。彼は浜崎のりかずさん、ここの社長だ。お久しぶりです、社長。俺も、荒垣くんも、いきなり社長が現れるものだからびっくりしてしまった。ふと見ると、社長は何やら鍵を持っている。君たちにプレゼントがあるんだ。ついてきてくれ。プレゼントですか？ああ、きっと喜んでくれると思うぞ。一体何だろう？そういう思いで荒垣くんと目くばせして、俺たちはとりあえず従って社長の背中を追った。さあ、これがプレゼントだ。そう言って連れてこられたのは例の平屋の建物だった。社長は鍵で入り口を開錠し、中へ入っていく。これは。中に入ると、その正体はすぐに分かった。実験室だ。これはね、君たちのために建てた開発棟だよ。ただの平屋だがね。社長はどうやら本社にも開発拠点を構えたいらしい。まあ確かに開発部と直に顔を合わせたいお客さんが、あの山中の工場まで行かなきゃならないのは本当に大変だからな。存分に活用してくれ。いつかはここに開発部のビルを建てよう。数週間経つと、本社工場での開発業務にも慣れ始めた。平屋の開発棟には基本的に俺と荒垣くんしかいない。そもそもこちらには開発部の人間がその二人しかいないからな。いつかはここに開発部のビルを建てようって言ってたよね。製品の物性を測る機械を使っていた時、近くで別の仕事をしていた荒垣くんが唐突にそう言った。やたらクオリティの高いモノマネだったので、一瞬だけ本人が来たのかと錯覚してしまった。そういえば言ってたね。何年かかることやら。そもそもこんなところにビル建てていいのかね。本社工場があるのは、駅から車で10分ほど行った場所。断じて都会ではないが、田舎というほど田舎でもない。そんな場所だ。確かに日照県とかでクレームが来そうだよね。まあ、大きな夢を持つのはいいことだ。そう言って、俺と荒垣くんは笑い合った。A 工場にいた時よりも仲良くなれている気がする。聞かれてたらどうする？二人だけだから油断していたが、揶揄するような会話を聞かれたらと一瞬背筋が凍る。やめてくれよ、さっきの俺のモノマネとか完全にアウトじゃん。なんて、俺たちは高校生みたいな会話をしていた。本当に聞かれてないよな。そんなある時、車内でひっそりと流れている嫌な話を聞いてしまった。社長夫人、浜崎翔子さんのことだ。彼女は経理課長と総務を兼任しており、いつも事務所で笑っている。
笑顔の中心にいる人物なので、俺としては翔子さんに対して嫌な人というイメージはなかったのだが、実のところおつぼね様らしい。それがね、あなた嫌になっちゃうのよ、本当に。今日も京都で翔子さんは事務所で談笑していた。聞いた話によると、仕事をやらないわけじゃないが、頭を抱えたくなるほどミスが多いらしい。それでも反省している様子は、確かにないな。社長夫人だから自分は無敵だと思っているようだ。一度そういう話題を聞いてしまったら、ひどい人にしか見えなくなってきた。笑顔だと思っていた彼女の周りも、心なしか愛想笑いであるように感じられる。彼女のひどさは、ここ1、2年で加速しているようだ。とある社員は、ある月突然、給料明細に記載されている有給の残りがゼロになっていたらしい。なかなか休みにくい立場の人で、そろそろ有給を使わないとまずいなと思っていた矢先のことだったという。翔子さんに確認したところ、しぶしぶ訂正したそうだ。またある人は、解禁手当と残業代が全く支払われていないというミスが数ヶ月連続したのだそう。その人はもちろん、その度に翔子さんに訂正を求めたが、これもいやいや対応している感じだったらしい。またまたある人は、経費報告書を提出してから何ヶ月も精算されなかったという。電子承認システムなので確認すると、経理課長の承認欄がずっと空白だったそうだ。何度翔子さんに催促しても、あ、ごめん、後で見とく、というだけ。さすがに遅すぎるので、その人は、いや、もう何ヶ月も待ってますので、今、ご確認お願いします、と頼んだ。すると、あろうことか翔子さんは、忙しいのが見てわからないの?と逆ギレしたらしい。そんな翔子さんだが、本当にミスなのだろうかという疑念がある。というのも、彼女のミスには人によって偏りがあるのだ。極端な例を挙げるなら、イケメン次長の杉本さん。彼に関するミスはただの一度もないらしい。杉本さんの申請は一瞬で通すし、彼女は何かあるとすぐ多彩な杉本次長にすがるのだそうだ。そんな噂話を聞きながら、俺は本社での仕事をこなしていた。特に問題はなかったが、移動してきて半年が経ったある時、俺も翔子さんの被害に遭ってしまう。あれ、そういや俺の申請、全然決済まで進まないじゃん。本社開発棟にて仕事をするさなか、さすがに決済が遅すぎることに気づいてつぶやいた。独り言のつもりだったが、荒垣くんが返事をくれる。この前言ってた実験装置のやつ?そうそう。あれもう2週間くらい経つよな。そうなんだよね。お客さんに提出するデータの採取に必要な装置だから、あまり遅いと困る。俺は意を決して経理課長に尋ねることにした。え、お休み?そんな日に限って、翔子さんは休んでいた。なんか、ライブに行くんだって、昨日ウキウキしてたわよ。経理課の女性は、そう呆れ気味に言う。あらら、それなら、テンションが上がってる昨日、直談判すべきだったかな。壁のホワイトボードを見ると、確かに、休みと書かれている。なんでも、なんとかとかいう演歌歌手の大ファンらしく、そのライブに行くので休んでいるらしい。もしかして、経理課長の申請が通ってなかった?ええ、なのでお願いしに来たのですが。そう答えると彼女は、やれやれまたかというような顔をした。ごめんね、山本君。本当は私が通してあげれればいいんだけど、課長にしかできないシステムになってるのよ。申し訳なさそうにする彼女を見ていると、俺まで申し訳ない気分になる。別にライブに行って休むのは構わないが、やることはやっておいてほしいな。俺はそう慨嘆し、また明日訪ねることにした。次の日、翔子さんは出勤していた。いつものように談笑していて上機嫌に見える。ライブの興奮が尾を引いているのだろう。よし、行くなら今だな。ここぞとばかりに俺は翔子さんのもとへ。
おはようございます、課長。あら、おはよう。どうしたの？なんて白々しい。バレびれる様子も、俺の申請を思い出す様子もない。そんな翔子さんを見ると、確かにこの人は悪人かもしれないという思いがふつふつと湧いてくる。先日といっても2週間ほど前ですが、実験器具の購入申請を出させてもらいました。申し上げにくいのですが、承認が経理課長でストップしておりまして、ご確認いただきたく。あら、そう。ごめんごめん。後で見とくわね。何も知らなければ、ここでよろしくお願いしますと引き下がったかもしれない。だが俺は、こうやって何ヶ月も無視された人のエピソードを記憶している。下がるな。押し込まなきゃダメだ。そう自分を奮い立たせた。急ぎの要件なので、この場でお願いしたいです。あのね、あんた、忙しいのが見てわからないの？さっきまで談笑していたくせに、どこが忙しいと言うんだ。そう内心で毒を吐きつつも、俺はしつこく頼む。なんなのよ！催促の甲斐あって、彼女は結局その場で申請を通した。いかにもめんどくせえと言いたげな様子だ。舌打ちの音が聞こえた気がしたのは気のせいだろうか。と、このように、経理課長の浜崎翔子さんは自分が社長夫人であることに甘んじている。俺以外の社員も迷惑を被っているのだが、やはりその立場と逆切れを恐れ、強く言えないのであった。実験器具購入申請の一件以来、俺はどうやら翔子さんからめんどくさいやつと認定されたらしい。露骨な嫌がらせが始まったのだ。俺が会議室の予約を入れていたのに、翔子さんが何の相談もなしに上書き。また、俺の各種申請をわけもなく却下した。しまいには、旦那さんと子供がいる A 工場の女性社員と、俺が付き合っているなどという真っ赤な嘘の醜聞まで流す始末だ。そんなだから、だんだんと仕事が嫌になってきた。科学のことも覚え始めて成長を実感できる楽しい時期だったはずだが、資料の誤字脱字などの細かいものから、サンプルの納期確認漏れなどの大きいものまで、とにかくミスが目立つようになった。みるみるうちに仕事に対するモチベーションが下がっていった。翔子さんの嫌がらせが原因だ。山本さん？はい。最近お元気ないようですね。お体は大丈夫ですか？顔なじみのお客さんや商社の人からもそんな風に心配されることが増えた。ええ、ちょっと眠れない夜が続いていまして。体は今のところ大丈夫ですよ。それならいいですが、無理はなさらないでくださいね。無論、お客さんに翔子さんの愚痴など言えるわけがない。社員も諦めている人がほとんどで、誰に相談したとしても変わらないだろう。はぁ、おいおい、大丈夫か？開発棟で頬杖をついてため息をしていると、荒垣くんが心配そうに話しかけてくれた。大丈夫って、自信持って言えたらいいのに。つまり、大丈夫じゃないってことだな。あんま根詰めすぎんなよ。ありがとう。このままここで働き続けるのかと思うと、かなり憂鬱だ。かといって、社長から向けられた期待の眼差しを思い返すと、辞めるに辞められない。どうしたもんかなと、しばらく嘆くだけの日々が続いた。のりかず社長はいい人だから、彼の期待には応えたい。でも、翔子さんにやられっぱなしの日々は嫌だ。そう悩んでいた俺は、唐突な答えを導き出した。そうだ、あの人に逆らってやればいいんだ。誰もやらないから、いつの間にか抗うという選択肢を除外していたのだ。よし、今に見てろよ。仕返しをしてやろうと決心すると、今までの憂鬱が嘘であったかのように、がぜんやる気が出てきた。翔子さんは特に、給料面で嫌がらせをしてくることが多かった。そのため、毎回タイムカードの写真を撮って自己管理を始めた。月末に確認し、明細と矛盾があれば堂々と指摘しに行く。その際、スマホでボイスメモのアプリを起動し、
こっそり録音しておく。A 工場の女性社員、秋分を流された彼女にも協力してもらい、向こうでもタイムカードと給料明細の矛盾を見つけたら保存してデータを共有してもらうことに。同期の荒垣くんにも協力を求めた。仕事の合間を縫って現場の人から翔子さんの意図的と思われるミスや嫌がらせエピソードを教えてもらう。これに関しても録音させてもらい保存しておいた。数ヶ月も経った頃には映画でも作ろうかと思うくらいのエピソードが集まっていた。そしてついに仕返し作戦を決行する日がやってきた。言うまでもなく心臓はバクバクしている。こんなことしてただでは済まないだろうと分かっているからだ。でもやってやる。それでどうなろうと構わない。いやあ、遅れてすまないね、山本くん。町会議室で待機していると、そこへ乗り和社長が現れた。というか、俺が呼んだのだ。彼に直接お話ししたいことがあると熱弁すると、スケジュールを調整してくれた。内容は当日のお楽しみと伝えてある。なんなのよ、こんな大それた準備までして。乗り和社長に数秒遅れて翔子さんも入ってきた。彼女は用意された大型モニターやパソコン、配線なんかを見て文句を言いながら席に着く。社長にお願いし、彼女も呼んでもらったのだった。仕返しの相手が出席しないのでは意味がないからな。こうして、俺、乗り和社長、翔子さんの3人が揃った。いよいよ始まる。モニターとパソコンをつなぎ、一つのプレゼン用スライドを映した。何の報告だろうと楽しみにしてくれているのか、社長はワクワクしているように見える。対して翔子さんは不機嫌そうだ。表紙のタイトルはご報告で、内容はまだ出し惜しみしている。まずはつかみだ。お二方は嫌いな食べ物はございますか？と妙なことを問う。私は若い頃から湯葉がどうしても苦手でね。社長はそう笑いながら答えてくれた。俺が翔子さんに視線を送ると、知らないわよ、そんなこといいからさっさと始めてさっさと終わらせてよ、なんて嫌そうにした。まあまあ、そう慌てることはありませんよ。私はトマトが苦手でして、もはや見るだけで身を引いてしまうくらいなんですけど、好き嫌いは誰にでもあるものだと思います。食べ物に限らずです。特に最後の部分を強調した。社長は不思議そうにし、翔子さんは相変わらず不愉快そうにしていた。次のスライドには棒グラフを載せてある。こちらは過去2年間におけるある事件の発生件数を月ごとに集計したものです。グラフタイトルはまだ隠してある。社長は前かがみになって画面を見てくれていた。ご覧の通り、月平均は約5件です。しかしここ数ヶ月は平均より2から3件多く発生しています。ほうほう、してある事件というのは？社長に問われ、俺はエンターキーをパチッと叩く。すると大げさなアニメーションとともにグラフタイトルが現れた。こちらはですね、調べた結果確認できた給料明細の不備の件数となっております。社長は打って変わって懸念そうな顔で、こんなに起きているのかと嘆く。翔子さんはやはり不愉快そうで、何よ、無駄に時間使って人様の上げ足取りと甲高い声でわめいている。まあまあ落ち着きなさい翔子。社長がなだめると、翔子さんは少しおとなしくなった。だが貧乏ゆすりをしていてイライラしているのであろうことは火を見るより明らかだ。次にこちらをご覧ください。表示されているのは月ごとに丸か×がついた表だ。こちらは
私の給料明細にミスがあった月を丸、なかった月を罰としたものです。入社してから A 工場に1年行き、本社工場に帰ってきてからもう1年弱が経過している。ここ半年強で急激に頻度が増している。と言いますか、毎月必ず起きているのが見て取れます。最初はほとんど罰で、数ヶ月に1回あれば多い方だった。だが言った通り、最近は全部丸である。そして、次のページの表が私がさせていただいた各種申請と、経理課の承認をいただくのに要した時間の一覧です。自分でプレゼンしておきながら、俺は自分の陰険なやり方に呆れた。もはや鳥肌が立つ。おや、ずいぶんかかっているんだな。時短のために電子承認システムを導入したのだが。と、社長は不思議そうに見ている。翔子さんは罰が悪そうに顔をそらした。中でも、一番時間がかかっているのがこちらですね。そう言いながら次のスライドへ。電子申請のスクショが載せてある。例の実験器具の申請だ。特に不備はないように見えるが、翔子、どうして2週間もかかっているのかね。社長が問うと、翔子さんは口ごもっていて要領を得ない。ここでもう一度、私の給料明細のミスについてご覧ください。毎月起こるようになっているのは、先ほどご覧いただいた申請をした月からです。俺はあの申請を通してくれと、翔子さんにしつこく催促した。明細のミスは、その怨恨でやっていることだと、俺は考えたのだ。偶然ですかね。そう問いかけると、翔子さんは机をドンと拳で叩いた。知らないわよ。私にこんなことして、ただじゃ済まないからね。彼女はそう怒鳴り散らした。だが、俺は一切ビビらなかった。こんな正気とは思えない仕返しを決心した時から、首も覚悟の上だった。なんということをしてくれたんだ。社長の優しさはもはや成人の域である。そんな彼でさえ、今は顔を真っ赤にして震えている。まあ、当然だろう。いくら成人と言ったって、奥様にこんな無礼なことをされれば怒るはずだ。俺は何も言い返さず、ただ頭を下げた。ふざけおって、君はクビだ。社長の怒鳴り声が響いた。覚悟の上だと強がったが、いざ直接言われるときついな。申し訳ございませんでした。俺はそう謝罪をして、部屋を出ようと数歩進んだ。この問題はきっと揉み消される。だが、こういうふうに指摘をしてくる奴もいるのだと、一種の警告にはなっただろう。これを契機に少しでも良くなってくれればいい。そう思いながら、うつむいて歩いていると、社長に呼び止められた。待ちたまえ、山本くん。どこへ行くんだね。え？顔を上げると、社長が不思議そうに、かつ仏様のような顔で俺を見ていた。彼の怒りの矛先は、翔子さんに向いていたのだ。翔子、今の彼の話について説明しなさい。知らないわ。全部言いがかりよ。彼女は往生際悪く言い逃れを試みている。こうなれば仕方ない。最終兵器を導入しよう。社長、こちらを。ん？俺はポケットに忍ばせていた USB メモリーをPC に挿入し、保存されている音声データを大げさな音量で再生した。いちいちうるさいのよ。何よ、めんどくさいわね。流れたのは、俺が申請の催促に行った際の翔子さんのセリフだ。どこかをドンと蹴った音も収録されている。さあ、説明しなさい。知らない、知らない、知らない。社長に説明を求められるも、翔子さんは涙目で顔を真っ赤にして、総会議室から飛び出してしまった。緊張が解けないまま立ち尽くしていると、社長は手をポンと俺の肩に置いた。君の勇気ある行動、
敬意を表するよ。これから詳しく調べてみて、祥子の処遇を考えておく。俺は言葉が出ず、ただただ深くお辞儀をする。そんな俺に社長はもう一つ言葉をかけた。正しいと思ったことを貫いて、諦めずに行動できる。それが君のいいところだな。その力、ぜひ仕事でもいかんなく発揮してほしい。はい。俺はもう一度深く頭を下げ、最後に音声データの入った USB メモリーを社長に渡した。俺の録音だけでなく、荒垣くんに集めてもらったものも入っている。祥子さんはその後しばらく会社に来なかった。それから少し経った頃、全社員に社長からメールが入った。社長と祥子さんの結婚50周年パーティーをやるらしい。二人ともまだ70代序盤だが、学生結婚らしくもう50年になるのだという。俺はメールに加えて社長直々に招待状を渡された。そんなことされたら参加するしかないよな。パーティーは都内の小さなホテルで開催された。会社の役員たちや同業他社の偉い人、社長や祥子さんの個人的な知り合いが参加している。ふと見ると、社長の息子さんもいた。彼は自分の夢を追いかけ、会社は継がなかったらしい。どう考えても浮いてるな。周りを見ても20代は俺だけだ。一通り挨拶が終わった頃、社長と祥子さんが入場してきた。他の人がどう思ったかはわからないが、少なくとも俺には二人の間によそよそしい雰囲気を感じた。皆様、本日はご足労いただきまして、誠にありがとうございます。我々の50周年を祝っていただき、感無量でございます。マイクを手にした社長が挨拶を始めた。会場は拍手に包まれ、やがて静まる。お祝いいただいた折から申し訳ないのですが。社長の様子が妙だ。彼は大きく息を吸い、まさかの発言をした。本日をもって、我々は離婚させていただく。会場中が驚きの声を上げた。俺もその一員だ。そして祥子さんまでもが驚いている。サプライズ発表だったようだ。我が社の優秀な社員から祥子の横暴さについて報告を受けました。彼女はどうやら社長夫人であることに増長していたようです。であれば、離婚によってその肩書きを剥奪するしかない。そう考えての結論です。祥子さんは横でギャーギャーとわめいている。しかし社長は全く聞く耳持たない様子だ。祥子、皆様に説明しなさい。参加者全員の視線が彼女に注がれた。祥子さんはそれを受けマイクを受け取った。この前のように逃げ出そうとはしなかった。ストレス発散のつもりでした。彼女は語り始める。気に入らない社員に対して経理課長、そして社長夫人という立場を使って嫌がらせをしていたと認めた。私は、なんて、愚かな。ストレス発散で、明細や申請で嫌がらせをし始めた。しかし、抗議されてさらにストレスが溜まり、また同じ方法で発散、そしてまた、と負の連鎖を繰り返していたのだという。絶望的な空気でパーティーは終わった。祥子さんは一人で泣き続けていたが、息子さん以外彼女に手を差し伸べる者はいなかった。その後、彼女は会社を辞めた。経理課も総務も代わりの人が来るまで大変だろう。俺は少し自分の告発を申し訳なく思った。それからまた数ヶ月経った頃、なんで弊社に?と聞きたくなるほど大手の会社から新規開発依頼があった。
本来は A 工場に回されるレベルの案件だが、社長の意向で俺と新垣君が対応することになった。電話やウェブミーティングで A 工場の先輩方に相談しながら、依頼主の要望に応える試作品を作っていく。必要な材料の発注は多彩な杉本次長が手伝ってくれた。物品の購入に際しては悪意なくすっと申請が通るのでやりやすく、開発業務に集中できた。その件の大切な打ち合わせが明日に迫る。そのタイミングで荒牧くんが流感にかかってしまった。今年流行っているのは重症化するタイプで、出社は困難。紹介資料の彼担当分がまだ残っている。資料作成自体は難しいことじゃないが、サンプルの耐熱試験や対紫外線試験などの結果が出るのは今日の夕方過ぎだった。ギリギリまでデータを取って、少しでも信頼性の高い劣化予測を立てようという魂胆だったが、それが裏目に出てしまった。データの取り方はお客さんと相談して決めたことなので、前日になっての変更は避けたい。荒垣くんは本来は自出勤、自退社で対応する予定だった。仕方ない。荒垣くんだって好きで流感にかかったわけじゃないしな。遅くまでやることを覚悟して、二人分の仕事を片付けていく。荒垣くんの実験ノートとにらめっこしながらなので、お世辞にもスムーズとは言い難いペースであった。夜20時過ぎ、事務所と開発棟を行ったり来たりして絶望しながら仕事をしていると、不意に杉本次長が現れた。驚いていると、彼は俺の横の席に座った。実は俺ね、10年くらい前は開発やってたんだよ。そうだったんですか？だから、ちょっとくらいなら手伝える。そう言い、彼は俺のパソコンの画面を覗き込む。猫の手も借りたかったため、俺は杉本次長のお言葉に甘えることにした。データのまとめは任せるから、まとまったら俺に回してくれ。説明資料くらいなら俺でも作れるからさ。すいません、ありがとうございます。やがてデータは揃ったのだが、なかなか納得のいく資料にならない。草案は杉本次長が作ってくれたのだが、開発担当者だからこそわかるニュアンスを伝えられる資料にするのに大苦戦。それと荒垣くんのノートに書かれた考察の痕跡が気になっていた。時刻はもう夜21時を過ぎた。これ以上次長を拘束するのもはばかられる。まあこれで伝わるには伝わるでしょうし、完成でいいです。すべての思いを伝えることは諦め、俺は妥協しようとしていた。そこへもう一人現れる。そりゃいかんな、山本くん。社長。乗和社長がペットボトルのお茶を持って俺の隣に座った。諦めたらそこで試合終了というセリフがあるだろう。そう言われ、脳裏には翔子さんを問い詰めたプレゼンの後の光景が思い返された。俺はずっと自分は大した能力を持つ人間じゃないと考えていた。だが社長は俺の諦めずに貫く姿勢を褒めてくれた。それは一種の能力だと、そう認めてもらえたのだ。そうですね。もう少し考えてみます。なかなか納得のいく出来に至らないのは、荒垣くんの考察の痕跡が気になるからだった。ノートには、ああでもない、こうでもないと思考と修正をひたすら繰り返したようなメモが見られた。これさ、科学的でも物理的でもない、別の視点から考える必要がありそうだよな。ふと杉本次長が荒垣くんのノートを見てつぶやいた。科学的でも物理的でもない、別の視点？彼の一言で一筋の光が見えた気がした。絶望的な状況に気をされて考えが至らなかったが、この考察を完成させるピースは杉本次長の言うような別の視点に違いない。そう思い、もう一度ノートを睨む。これはこうだから、こういう作用があると考えられる。つまり、科学とも物理とも違う視点、
それすなわち、俺が先行していた生物科学的な視点だったのだ。それに気づいてからは早かった。納得するために欠けていたものがみるみるうちに埋まっていき、完璧に納得のいく資料が出来上がったのだ。お疲れ、山本君。最後の考察、すごかったな。次長はそう言って嫌な顔一つせずに健闘をたたえてくれた。その態度や優しさを目の当たりにして、あの人が次長を特別扱いしていたのもなんとなく理解できるな、と思ってしまった。社長の成人具合にも改めて驚いた。会社の会長ともあろう人がまだ比較的新人である俺に対してここまで親身になってくれるとは。長子さんはもしかしてこういう優しい人に惹かれるタイプだったのだろうか、と俺は社長と次長を見比べて考察した。次の日、プレゼンは大成功を収めた。性能とコストに満足し、お客さんが絶賛してくれたのだ。だが、まだ本採用とはいかない。次のステップは量産検討と製品の実機試作だ。マジでごめん、謝っても謝りきれないよ。勇敢から復帰した荒垣くんはしきりに謝った。まあまあとなだめるが、彼は謝罪をやめなかった。荒垣くんの考察がなかったら本当に終わってた。資料とプレゼンのことは気にしないでよ。好きでかかったんじゃないんだから。それでも謝り続けるので、結局焼肉をおごってもらうことで埋め合わせをした。プレゼンが成功し、大きな仕事の獲得に一歩近づいたことは、もちろん社長の耳に入った。あの日、納得いくまで自分の正しいと思ったことを貫いて資料修正を続けた俺を、社長は高く評価してくれた。あの件に関してもそうだったが、君はやはり強い信念を持って突き進むことに長けているな。繰り返し褒められ、俺は少し照れくさい思いをした。将来は本社研究室の室長かな、なんて言って社長は高らかに笑う。ビルを建てる話といい、今の話といい、果たして本当にやる気なのだろうか。経理と総務はそれぞれ実務経験のある人を引っ張ってきたらしい。長子さん不在の穴はすぐに埋まったのだそうだ。これで多忙も落ち着くだろうと一安心だ。風の噂で長子さんのその後の様子を聞いた。離婚した後、急激なストレスで体を壊し、今は入院生活らしい。息子さんが彼女を支援しているようだ。社長も時々見舞いの品を届けるなどしているという。それを聞いて少し複雑な気持ちになった。それほどのストレスを与えたのは間違いなく俺だ。病気になったのも俺のせい。だが、あのまま放っておけば他のもっと大勢の人がストレスで倒れていた可能性もある。意図せずトロッコ問題に答えを出してしまっていたのだ。ふと社長の褒め言葉を思い出した。俺には正しいと思ったことを貫き通す力がある。二つの出来事を経て俺はそれを実感していた。この先も壁にぶち当たるかもしれない。答えのない問題が襲ってくるかもしれない。それでも俺は自分の信じた道を最後まで走り抜けよう。俺はそう心に決めたのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。だからさ、あんたたちは帰ってもらえる？貧乏人が来るような店じゃないって言ってるんだよ。幼少期の頃から私たち親子を見下してくる隣人と高級料亭で遭遇した。しかもそれは父親の還暦祝いで奮発した時のことだった。父は男手一つで私を育て上げてくれ、せっかく感謝の気持ちを伝えようと思っていたのに。ただ、私たちを見下してくる隣人は大きな勘違いをしていたのだった。私の名前は高橋夏実。料理研究家として活動している社会人だ。私には両親がいるが、
その人たちは私の本当の両親ではない。実は私は生まれてすぐの頃に施設の前に置かれていたそうで、そのまま施設でずっと育ってきた。そして小学生の頃に今の両親に養子として引き取られることになる。養子先の高橋夫婦は不妊で子供に恵まれなかったそうで、私を引き取ったそうだ。私はこの高橋家で両親からたっぷりの愛情を受け、大切に育ててもらった。優しく真面目な父と優しく料理上手な母。特に母が作ってくれた料理はすべて絶品で、私も父も大好きだった。そんな幸せな生活を送っていたので、本当の両親に会いたくないかと言われたら、特に会いたいとは思わないけれど、いつか会うことができたら、どうして私を捨てたのかということを聞いてみたいと思っている。私を引き取った当初、うちの家は一般的なサラリーマン家庭だった。けれど私が中学生の頃に、父が勤めていた会社が突然倒産してしまったのだが、すぐに父は私と母のために必死で就活をしてくれ、近所の工場勤務となった。その工場には社宅マンションがあったので、家賃も浮くからということで、私たち家族はそこに移り住むことになった。しかしそこは社宅マンションと呼べるようなしっかりとした作りではなく、そこそこ年季の入ったボロボロなアパートだった。それでも私たちは家族一緒に住めるだけで嬉しかった。当時、社宅には社員がすでに何人か住んでいたのだけど、その中でも加藤さんという男性が私はどうしても苦手だった。加藤さんは子供が苦手どころか、むしろ嫌いだったらしく、普段からそれを公言している男性社員で、当時中学生の私のことを睨んできたり、挨拶をしたのに無視されるのは日常茶飯事で、目が合うだけであからさまに嫌そうな顔をされたりもした。両親からは、加藤さんとは関わらなくていいからね、彼を見たらすぐに逃げなさい、と言われるくらいには加藤さんの態度はひどかった。しかも自分も同じアパートに住んでいるにもかかわらず、なぜか私たちのことを貧乏親子とバカにしてきた。ある時、加藤さんは虫の居所が悪かったのか、私を見ると突然目の前まで歩いてきて、俺はまだ若いから見込みがあるが、お前の父親みたいに年いってから転職してこんなアパートにしか住めないなんてかわいそうな貧乏人だよ。お前の母親も娘のお前もかわいそうなやつだ。大声でそんなことを言われた。そんなひどいことを言われて思わず泣いてしまったのは仕方ないと思う。泣く私に理由を聞いた両親が慰めてくれ、夏美は悪くないよ、お父さんが悪い、本当にごめんとずっと言ってくれていたのは今でも覚えている。お父さんだって悪くないのに。会社が倒産したのだって父のせいではない。同じ仕事で同じ社宅暮らしなのに、なぜあそこまで言われなければならないのか。そんなことを言われたこともあり、私は加藤さんが大の苦手だった。その数ヶ月後に加藤さんは工場を退職したようで、社宅からも出て行った。加藤さんがいなくなってからの日々は、とても平穏だった。しかしそんな平穏な生活は長くは続かず、私が高校生の頃に、母親が突然病気で他界して、私と父親は二人暮らしとなってしまった。自分も悲しいだろうに、落ち込む私を元気づけようと父は明るく接してくれ、母の作った料理を思い出しながら作ってくれたのもいい思い出だ。父が作ってくれた料理は、母の作ってくれた料理とは比べて美味しいとはとても言い難い料理だったけど、父が私を元気づけようとしていたことは分かっていたので、私もすべて食べるようにしていた。食べられないことはなかったし、それまで料理どころか包丁も持ったことのなかった父だったのに、私のために頑張って作ってくれたのだ。その気持ちがとても嬉しかった。母が亡くなってしまったけれど、それを父と一緒に乗り越えて、私は奨学金を借り大学に入学。無事に卒業して今に至る。私は大学卒業と同時に家を出たけれど、父はまだあの社宅に残って工場でも働いている。私も社会人となり、収入もあるので、
別の家に一緒に住もうと提案をするのだけど、この家には夏美のことも母さんのことも思い出がたくさん詰まっているから離れがたくてね、と毎回父は照れたように笑うのだ。そんな優しい家族思いの父も先日還暦を迎えた。還暦の記念にと私や父をとある料亭に連れて行くことにした。そこは高級と言われているところだったが、せっかくの還暦のお祝いなのでと奮発したのだ。父は店の外観を見ただけで、本当にこんな店に俺みたいなのが来て大丈夫なのかと恐縮しっぱなしの様子。それに私は、大丈夫に決まってるじゃんと笑顔で答えた。早速店に入り、おかみに部屋まで案内してもらっていると、嘘、マジで?と声が聞こえた。その声に振り向くと、そこには見覚えのあるスーツ姿の男性が立っていた。顔を見た瞬間、小学生の頃の記憶がよみがえった。忘れもしない、あの頃嫌味やひどい言葉を言ってきた加藤さんが、そこにいたのだ。あれから10年以上経っているが面影があり、意地悪そうな顔は今もそのままだった。貧乏の高橋親子じゃん。あんたら生きてたの?突然、それは大変失礼なことを言われた。加藤さんですか?お久しぶりですね。父は相変わらずの低姿勢で加藤さんに挨拶をする。そちらこそ相変わらず貧乏そうな顔してるね。今何してんの?まだあの工場で働いてるとか、それとも無職?ニヤニヤと明らかにこちらを見下す顔をしており、私は不快感でいっぱいになった。ええ、私はあの工場でまだ働かせていただいてますよ。無職ではないです。まだあんな工場で働いてんの?まあ貧乏だから仕方ないよな。働いて金稼がないと生きていけないもんな。加藤さんはどうしてここに?あからさまに父を見下す態度と言葉を聞いていられず、私から加藤さんに話を振ることにした。は?もしかしてあのちびっ子?娘の夏美です。でっかくなったな。俺、子供は嫌いだけど、大人の女は好きだからさ、今なら俺が相手にしてあげてもいいぞ。気持ち悪。お気持ちもいりませんので結構です。それで、加藤さんはどうしてこの店に?接待だよ、接待。ここでなぜか加藤さんはドヤ顔になった。なんせ俺、今は後藤商事の役員だから。後藤商事とは、全国的にも有名な大手企業であり、大学生が新卒で入りたい企業ランキングで常にトップクラスという実績を持つ。確かにそんな企業の役員となれば自慢にもなり、調子に乗ってしまうのも仕方がないのかもしれない。この店、うちの後藤商事が御用達だからさ、あんたたちみたいな貧乏人が来るところでも来れるところでもないんだよな。俺たちみたいなトップクラスの人間が入る店なんだよな。はあ。だからさ、あんたたちは帰ってもらえる?っていうか、その服装でこの店に入ること自体が間違っているよ。確かに私も父もカジュアルな服装ではある。あら、ここはドレスコードがあるようなお店ではないでしょ?もしかしたら空気が読めないからわからないかもしれないけど、ここは高級料亭だよ。あんたらみたいな貧乏人がこの店に来たって時点で、このお店の品格が落ちるってわからないか?ほら帰れ!私たちは今日、ちゃんと予約を取って来店しているのよ。あなたに指図される筋合いはないのだけど。後藤商事はこの店にも出資してるし、俺はその会社の役員だから口出しする権利はあるわけよ。出資しているのは後藤商事であって、出資を決めるのは社長でしょ?役員でもあなた個人が出資しているわけじゃないなら、口出しする権利はないわ。私が反論するたびに、彼がイラついているのがわかる。中学生のあの時の私は、加藤さんが怖くて反論できなくて泣いてしまったけれど、今の私はそうではない。もうあの頃の私とは違うのだから。そういえばお前ら親子、本当に顔が似てないな。
子なし親なしで慰め合って生きてきたのは本当だったのか。それに母親も死んだらしいな。お前があの家に来たからそうなったんじゃないか。な、と父が何か言い返そうとしたが、私はそれを制止した。母が亡くなったとか、それが私のせいとか、今それ関係あります？責める部分がないからって、そんなことを言われても困りますね。私が冷たく正論を返すと、ついにネタがなくなったのか、加藤さんは大声を上げた。おかみ、ここの店長かオーナーを呼べ。俺が直々に言って、こいつらをこの店から追い出してやるよ。加藤さんが声も高々に宣言したけれど、私たちの目の前にいるこの店のおかみは困った顔だ。加藤様？と、おかみが遠慮がちに声をかけたところで、私は彼女に目配せをした。おい！早くオーナーか店長を！加藤さんがもう一度言ったところで、あ、オーナー、お疲れ様です！と言いながら、料理人の制服を着た女性が私に駆け寄ってきた。佐藤ちゃん、お疲れ。今日はお父様とご来店でしたよね。料理の準備は万端ですよ。期待してるよ。よろしくね。はい！私に一礼して、佐藤ちゃんは調理場の方へ去っていった。オーナー？すっとんきょうとはこのことを言うのか、という声を出して、冷や汗をかきながら私の方を見る加藤さん。今までの勢いはどこへやらだ。もしかして、加藤様はご存じありませんでしたか？私、この、割烹夏の店長兼オーナーの高橋夏美と申します。そう、実はこの店は私が店長兼オーナーとして経営している割烹料理店なのだ。生前母が料理上手だった影響で、私も料理をするのが大好きだった。その延長で今は料理研究家となり、あらゆる料理を作ったり提案したり、たまにこの料亭で腕を振るうこともある。ちなみに、私に会社のことや経営のことを教えてくれたのは、後藤商事の後藤社長なんですよ。え？後藤商事は大学生を対象に企業セミナーを毎年開催しており、そのセミナーは後藤商事の社長直々に行われていると話題だった。企業を夢見ていた私は、大学1年の頃からそのセミナーに参加していた。その中で私は社長に気に入ってもらえたらしく、大学在学中に、経営のノウハウを叩き込んでもらった。そして数年前、私は後藤社長にサポートをしてもらいながら、割烹夏をオープンさせた。最初はまばらだった客足も、後藤社長が商談で使ってくれたり、他社に宣伝をしてくれたことによって徐々に増えていき、今では予約が取りにくい店と話題にもしてもらっている。私にとって仕事のことで何か困ったことがあれば、一番に相談するのは後藤社長だと言っても過言ではないくらいの関係だ。この店を作るには、確かに後藤商事が出資してくれましたし、今も出資を受けているのは事実です。でもだからって、あなたごときがこんな好き勝手な振る舞いをしてもいい店じゃないんですよ。嘘だろ？とつぶやいて、加藤さんはへたりと座り込んだ。そこまで衝撃だったかしら。貧乏だと決めつけて見下していた人間がここまでの地位についていることに驚いたのだろうか。今度は私が加藤さんに一歩近づく。それにしても加藤さんのこれまでの態度、私がうっかり後藤社長に話しちゃうかもしれませんが、許してくださいね。空気の読めない貧乏人のすることですから。そして私は加藤さんに出禁を言い残し、丁重にお帰りいただき、そこから父と還暦祝いを楽しんだのだった。夏美が経営するお店がこんなところだとは知らなかったよ。お父さんを驚かせようと思ってずっと内緒にしていたからね。私が料理研究家として活動していることを父は知っていたが、このお店をオープンしたことは黙っていた。いつかこの店に父を招待して驚かせたかったからだ。それに加藤さんにあれだけ言い返している姿も驚いた。なんだかすっきりしたよ。私も成長したってことだよ。仮にも社長だし、後藤社長にビシバシしごかれたからね。ふふふっと、
私と父は顔を見合わせて笑うのだった。その後、私はもちろんこのことを後藤社長に報告。また加藤か、とつぶやいた後藤社長に聞くと、どうやら加藤さんは後藤商事が出資している別の店でも同じようなことをして、貧乏人は出て行けと本当にお客様を追い出したこともあるらしく、その度にクレームが入っていたそうだ。中には、俺は後藤商事の人間だぞと会計を払わず帰ろうとしたこともあったそうだ。しかしさすがにもうかばうのも限界だということで、加藤さんはあっという間に後藤商事を懲戒解雇になったと社長から聞いた。私は料理研究家としての活動を続け、先日新しい店舗のオープンが決まった。今度のお店はお客様の満足度をさらに上げるべく、会員制で完全予約制という対応をさせていただくお店にすることに。おかげさまで前評判も良く、オープン前からたくさん予約をいただき、現在予約は1年後まで埋まっている。私が立ち上げたウェブサイトにはお店の紹介はもちろんだが、私のこれまでの生い立ちを包み隠さず書き、養母である母親の味が忘れられなくて料理研究家になったこともすべて書いた。そんなある日、ウェブサイトを通じて一通のメールが届いた。送り先の名前はキラ・マサコと書いてあり、聞いたことのない名前だった。新規の仕事の依頼かと思いメールを開くと、そこにはそのメールの相手が私の生みの親で、ぜひ会いたいという内容だった。あまりのことに動揺し、私は一人では決めきれず、父に電話で相談した。どうしたらいいと思う？夏美はどうしたい？私は。夏美を施設に入れたのも何か理由があるかもしれないよ。それを知りたいなら、言って聞いてみるべきだと思うよ。父に背中を押され、自分の過去を知りたいという気持ちもあり、私はキラさんと会うことにした。割烹夏の一室で、私は生みの母らしいキラさんと向き合う。キラさんは言いづらそうではあったけど、私のことを教えてもらえますか？と言うと、覚悟を決めたように話し始めた。キラさんも天涯孤独の身で、彼女自身も施設育ちだったそうだ。施設を出てバイトをしながら、なんとか高校を卒業したばかりの頃、当時の恋人との間に私を身ごもった。相手にそれを伝えると、私の実の父であるその恋人は突然消えて、音信不通になってしまったそうだ。それでも産みたいと、妊娠中もあらゆるバイトを掛け持ちして働いたけれど、結局は経済的に困窮。いよいよ出産間近になり、このまま出産しても私を育てられる環境ではなく、自分のことで精一杯となり、愛情を持てないかもしれないと思ってしまったそうだ。やがて出産はしたけれど、やはり経済的に育てられないと判断して、施設の前にということだった。その日から私のことは一秒たりとも忘れたことはなく、ある日ネットで私の写真と生い立ちを見て、これは自分の娘だと思ったそうだ。育てられないことは分かっていたのに、産んでしまったことに罪悪感があり、いつか直接謝りたいと考えていたと、泣きながら、時折おやつも交えながらそう語ってくれたキラさんに、私は、謝らないでいいよ、と言った。産んでくれて施設の前に置いてくれたから、今の両親と出会えて、今の私があるんだよ。だから謝らないで。月並みだけど、産んでくれてありがとう、お母さん。私の言葉に、お母さんことキラさんは、さらに泣いてしまって、私はその顔をずっと見ていた。夏美さん、よかったら、これまでのことを聞かせてくれないかしら。もちろん。何から話そうかな。そうして、私とキラさんの交流が始まったのだった。それから数年後、お父さん、泣きすぎだよ。あの夏美が、と、ひたすら号泣する父の手には母の笑顔の写真。今、私は白いウェディングドレスを着て父の前に立っている。今日は私の結婚式だ。実は半年前、後藤社長から紹介された男性と意気投合し、それからお付き合いが始まり、
あっという間に結婚式当日を迎えていた。彼は私の生い立ちももちろん理解してくれていて、今日は生みの母であるキラさんも来てくれている。式が始まり、チャペルの扉が開かれる。私は目立たないところにいるから、と言って譲らなかったキラさんにピースをして、私は父とバージンロードを歩く。施設育ちで、養子先でも貧乏だった私をかわいそうだという人はたくさんいるだろう。でも、私は自分がかわいそうだとは思わないし、不幸だと思ったこともない。確かにこれまで大変なことはたくさんあったけれど、その度に父や母やいろんな人と一緒に乗り越えてきた。そうやって乗り越えて、今の私がある。これからもどんなことでも、何があっても、乗り越えることができるはずだ。目の前には、夫となる人がいる。今度は、この人と乗り越える。どんなことも乗り越えて、幸せな家庭を築いていこうと誓う私だった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。あなた、高卒なんですよね。ここがどこか分かってます？お嬢様大卒のエリート課長が、地方の支社から本社に戻ってきた私をそう罵った。私が向こうにいる間に入った社員で、優秀さゆえにスピード出世した人だと聞いている。田舎者はさっさと帰ったらどうですか？だけどまさか、死者の人間の顔を把握していないとは思わなかった。彼女はなおも私に噛みついてくる。私が何者なのかも知らずに。私は上野さくら。とある会社の地方支社に勤務している29歳の女だ。以前は都内の本社に身を置いていたのだが、いろいろと事情があってこの田舎に移った。最初はこの環境にすごく驚いた。電車は1時間に1本あればいい方だし、バスなんかは全く通っていない。舗装された道を走るのは農業トラクターと牛ばかり。ごくまれに郵便屋さんの原付が通っているのを見る程度だった。とは言っても、私はここでの生活をなんだかんだ気に入っている。東京に出ようと思えばローカル線と新幹線ですぐに出られるし、車があれば公共交通機関のことを気にせず好きに移動できる。もともとドライブが好きな私は、これといって不便を感じなかった。買い物や会社とのやりとりも、インターネットがあればすべて解決してしまう。それに最近、近くにコンビニができたって少し騒ぎになった。車もなく足も悪いお年寄りたちは、便利だ便利だと手放しで喜んでいた。昔からアウトドア派で、外で遊ぶのが大好きだった私。そういえば子供の頃、周りが必死に止めるのも聞かず木に登ったことがあったっけ。大した腕力を持っているわけじゃなかったから案の定落ちた。運よく大事には至らなかったけど、今考えるとよくかすり傷で済んだなぁとほっとする。それ以降、女の子だからという理由をつけて外で走り回ったり、どこかによじ登ったりするのはご法度に。私が無茶しないように監視されることまであった。そんな私にとっては、この自由な環境はまさに天国のようだった。え、上野さんが本社に転勤？ある時、私に辞令が下った。こっちの支社に来て5年以上、もうすぐ6年を迎えようというタイミングであった。ああ、それも社長から直々にお呼ばれだってさ。そりゃすごいや。そのうち呼び戻される予定だったが、想像よりも早かった。まあ上野さんはめちゃくちゃ優秀ですもんね。
こんなところでのんびりしてるより、向こうでビシバシやってる方がいいんじゃないですか?転勤の噂を聞きつけた部下たちは、こぞって私の前で騒ぎ出した。どうかしらね。職場の人間関係は良好だし、何より自然と共にあることができるので、居心地が良かった。対して都会では、常に息苦しさを感じる。四方八方がコンクリートの壁に囲まれていて、閉塞感があるし、見上げても空が狭く、星はほとんど見られない。目まぐるしく流動する景色に、ただただ疲れるばかりである。けどまあ、仕事なら仕方ないか。腹をくくり、私は本社へ移る準備を進めた。仕事の引き継ぎに引っ越しの準備。今しがた近隣のお世話になった人たちへの挨拶も済ませた。おっと、もうすぐ迎えの時間ね。どうやら支社のメンバーが送別会を開催してくれるようだ。ほとんど空になった家の前に車が止まる。近くにはコンビニくらいしかないため、会場は会社のオフィスだ。お待たせしました。ううん、わざわざありがとね。助手席にお邪魔してシートベルトを装着。その時に見えた後部座席には大きなビニール袋があった。暗くてよく見えないが、形状からして缶の飲料だろう。私を迎えに来るついでに買い出しも頼まれていたようだ。会場に到着すると大きな拍手が私を迎えた。やがて手を叩く音が収まった頃、誰かが小声でせーのと言う。一泊置いて今度は全員が声を放った。上野さん、今までありがとうございました。言い終わるとまた拍手が始まる。なんだか照れくさくなった私は、こちらこそありがとうと右手を後頭部に当てながら返答。これじゃまるで退社するみたいじゃないなんて思いながら前に進むと、私のデスクに寄せ書きが置いてあった。前言撤回。これじゃまるで転校する中学生みたい。目尻から溢れそうになる雫をこらえながら、私はお礼だったり応援だったりの言葉をもらった。しばらく楽しんでいるとデリバリーのピザが届き、その大きさに驚愕。プシュッと缶を開け、ビールやチューハイを楽しんだ。もちろんハンドルキーパーはお茶だけどね。とにかく支社のみんなで私の送別会を盛り上げてくれた。私としても気持ちよく送り出されて、仕事のモチベーションが増しに増したのだった。おはようございます。本社復帰の初日、まるで初出勤であるかのように変に緊張してしまっている。約6年ぶりに開く事務所の扉はやけに重く感じた。おお、さくらさん、おはようございます。お久しぶりです。うん、お久しぶり。そんな緊張は移動前の同僚たちが変わらず話しかけてくれたことで吹き飛んだ。あれ、田中くん太った？ちょ、気にしてるのに。とそんな冗談を言い合えるくらいには平常心だ。彼は私の2つ下の後輩。21歳の時に中途採用で入ってきた男性社員だ。前にいた会社が墨汁のように真っ黒だったらしく、人生において貴重な若い時間を無駄にはするまいと逃げてきたのだという。田中君とは支社に行く前の半年くらい一緒に仕事をした。ごめんごめん。あ、そうそう、上野さんの席はこちらです。彼が教えてくれた席に向かう。きっとわざわざ片付けてくれたんだろうなと思わせるほど整頓されている。机の上には
必要最低限のものしかないし、引き出しはすべて空。デスクマットに至っては新品だった。うん、ありがとう。感謝を伝えながらカバンを置いた。一般的なサイズのカバンだが、ノートパソコンやら充電器やら何やらで結構重たかった。それを持っていた左腕を伸ばしていると、よく慣れ親しんだ、それでいて久方ぶりに聞く声がした。おう、久しぶり、さくちゃん。私を気さくにあだ名で呼ぶ男の声だ。なんだ、本庄か。なんだとはなんだ、まったく。本庄渡る。年は私の一つ上で30歳。この会社での社員歴は私の方が長いけど、すごく優秀な人で、以前はよくサポートしてもらっていた。んじゃ、またよろしくね、さくちゃん。ええ、確か同じ部署になるはずだから、よろしくね。かつての仲間と再会した喜びが、おのずと顔に出た。私はその笑顔を彼に向けた。ふと彼の後ろを通りがかった女性が私を睨んでいるように見えた。一体何だろう。そうは思ったけど、移動したての私はそんなことに構っていられるほど暇じゃない。ところで社長は？いるよ。社長室を訪ねてみれば？そうね。事務所を出て社長室へ。3回ノックして私から声を出した。おはようございます。上野さくらですが。ああ、入っていいよ。中から了承の返事が聞こえたため、ドアを開けて部屋の中へ。奥の椅子に座る男性は、大宮貴晴。この会社の社長だ。いやあ、さくら、すまないな。行ったり来たりで。ほんと、少しはこっちの身にもなってよ。おっと、まさか、その姿勢で来るとは。と笑いながら社長は私に書類を差し出す。 A4 サイズの紙数枚がホッチキスで留められている。これは？さくらに所属してもらう新しい部署の説明だよ。メンバーや仕事の方針なんかが書いてある。ま、事前に伝えた内容がほとんどだけどな。なるほどね。資料をざっと流し見た。彼の言う通り、内容のほとんどは先日知らされたものばかり。ところどころに見覚えのない情報もあったので、後でしっかり読み込んでおこう。さて、戻ったばかりのところすまないが、忙しくなるぞ。わかってるよ。覚悟の上で戻ってきてるから、任せて。そうかい。そいつは頼もしいこった。この後、週一の朝礼がある。そこで、俺から君を紹介しようか。ううん、いいよ。私が自分で挨拶回りするから。私が今日から本社勤務になることは、少し前に通達があったはずだ。それに、ちょっと恥ずかしいしね。私が着任したのは、新戦略企画室。社内でも特に若い人たちを集め、新事業開発や展開を決めていく部署だ。固定概念や経験にとらわれない柔軟な発想が求められる。この企画室はさらに2つの課に大別されている。経営課の課長は俺、本庄渡るが務める。よろしくな。本庄が挨拶すると拍手が起こった。彼は一礼して席に着く。続いて立ち上がったのは女性社員だ。話した記憶がないから私が支社にいる間に来た人だろう。情報課で課長をやらせてもらいます。高崎翔子です。よろしく。なんだかツンとした人だな。私は少し冷たい印象を抱いた。彼女の前に挨拶した本庄がふんわりしているからだろうか。そんなことを考えていると、高崎さんが露骨に私を睨んできた。何か？その顔を見て思い出した。
今朝本庄の後ろから私を睨んだのは彼女だった。その理由を聞くちょうどいい機会だ。あなた高卒なんですよね。ここがどこか分かってます？はい。確かに私は大学を出ていない。高校を卒業してすぐに今の会社に入った。それは間違っていないのだが、ここは若手の先鋭が集められた新部署なんですよ。彼女はわざわざ先鋭の部分を強調し、睨みつつも半笑いといった顔で私に向けて言い続ける。どうしてあなたがここにいるのか分かりませんが、田舎者はさっさと帰ったらどうですか？ああ、そういうことね。どうやら私は高崎さんから見下されているようだ。高卒で田舎の使者から来たという遍歴だけ見れば、確かに見下す根拠としては十分かもしれない。だからって許されるわけじゃないけどね。そんな状況を見ていたみんなは高崎に萎縮した。ただ一人同じ役職の本庄を除いて。高崎、何を言ってるんだ。彼女はここの室長だ。お前の上司なんだぞ。はい。本庄にとんでもない事実を告げられ、高崎さんは目を見開いた。そんなバカな、といった顔である。まさか高卒の田舎者が自分の上司になるとは考えてもみなかったのだろう。というか、それも知らずに課長職とは。優秀なのか抜けているのか、どっちかにしてほしい。皆さんこんにちは。一応ここの室長をやらせていただきます、上野さくらと申します。以後よろしくお願いいたします。私がそう挨拶すると、高崎さんの顔はさらに渋くなった。その他の社員たちはキョロキョロと周りの反応を伺いながら、最終的には拍手で迎えてくれた。あの様子だと高崎さんを恐れている部下は多いと見える。本庄はやれやれみたいな顔をしているが、はてさてどうなることやら。少し気まずい空気感の中、私は頬をかきながら苦笑いした。私、上野さくらはこの会社が設立された当初から社員をやっている。つまるところ創設メンバーってこと。会社創立当時は高校3年生だった。あの頃の私は家庭の方針が嫌で、何かと小さな反逆を繰り返していた。小さい頃に無理して木に登って怪我したり駆け回ったりしていたのも、実を言うとその一環だ。高校2年生の頃、私の人生に転機が訪れた。17歳になっても幼少期と同じ手段で反抗し続けるわけにはいかないので、どうやって両親に抗おうかと困っていた。そんなある初夏の日、昼休みに食事を共にしていた友達から携帯の画面を見せられた。e スポーツ？そうそう、まあスポーツって言ってもゲームなんだけどさ、すごいよね。その友達には一人の兄と二人の弟がいる。男兄弟に囲まれている影響か、彼女はいつもゲームの話をしている。ゲーム自体は私も好きで、頻繁に彼女の家にお邪魔して遊んでいる。ちなみに両親には友達と勉強会と嘘をついていた。へえ、すごいね。世界大会なんてあるんだ。画面に映っていたのは、ある落ち物パズルゲームの試合の様子だった。小さくてカラフルな顔のある丸が無作為な2つセットで落ちてきて、縦または横に同じ色が4つ揃ったら消える。丸を消せずに画面の上部まで積み上がったらゲームオーバーとなる。1対1で選手たちは画面に集中している。
このゲームは私もやったことがあるが、友達や彼女の兄弟とワイワイ遊ぶのが主だった。でも二人ともかなり上まで来てるね。それがね、ここからなんだよ。見てて。テンションが爆発している彼女に促され、私は箸を止めて画面を見た。右側の選手が紫と緑の丸を落とすと、おお、無造作に見えた積み上がりが連鎖的に消えていく。みるみるうちに丸が消えて、やがて全消しと表示された。文字通り、右側の選手の場には一つの丸もない。左側の選手の場にはペアを作れない灰色の丸が降り注いだ。灰色は一瞬にして場を覆い尽くす。やがて青色の無念なフォントでルーズと表示された。右側は黄金に輝くきらびやかなウィンの表示。状況からしてお互いに攻撃を仕掛けようとしていたのだろう。右側選手が先手を打って競り勝ったと見える。しかしこの時の私にはそんなハラハラを超える感情があった。すごい、私もこんな風にできたら。憧れである。彼女に動画を見せられたことで、私の中でゲームという存在の立ち位置が大きく変化した。家庭の環境から逃避するための手段から、れっきとしたやりたいことに変わったのだ。ね、すごいでしょ。ただワイワイと盛り上がっていただけ。目的は勝利ではなく、楽しい時間を生み出すことだった。そんな私にはなかった全力で勝ちに行くという発想。それまで特にスポーツをやってこなかった私。テレビで放映される試合にも特に興味はなかった。ただ走り回るのが好きという変なアウトドア派の人間が出会ったインドアな趣味。その未知のスタイルを知った私は、e スポーツというものに強く惹かれたのであった。それ以来、私は勝つことを目標にゲームをするようになった。上手い人のプレーを研究し、戦略を学ぶ。時には自分の得意な部分を生かした新戦略を考えることもあった。もちろん、そのすべてがうまく機能するわけではなかったが、試行錯誤して有効な作戦に改良したり、既存の戦術と組み合わせたりした。そんなことを続けた結果、なんとアマチュアの大会でトロフィーをいただくほどにまで成長していた。もはや両親に隠すことはできず、勉強しなさいと強く反対されることもあった。もう高校3年の夏、このままエスカレーター式に付属大学に入れば一流企業に就くチャンスがある。両親はそれを目指すようしつこく言ってきた。けどその度に私は、いい学校に入っていい企業に就職すれば幸せだなんて、そんな凝り固まった考え方は間違ってると反抗し続けた。ある時、大会で当たった男性に声をかけられた。名前は大宮貴晴という。そう、私が所属する会社の社長を務めるあの大宮である。当時は大学生で、個人でアプリゲームの開発を行っていた彼。私が本気でゲームに打ち込む姿を見て、思わず話しかけたのだという。で、その開発が軌道に乗り始めてね、そろそろ起業しようと考えているんだけど、ぜひ君にテストプレイヤーをやってほしいんだ。喫茶店に呼んでまで何の話かと思えば、そんな誘いだった。敷かれたレールをねじ曲げてまでゲームを楽しんでいる君なら、どんなゲームが人を楽しませるのかよくわかると思うんだ。親にあながったのはいいけど、将来はどうしよう、そんな
見切り発車のまま走り続けていた私には嬉しい話だった。どうかな？私はすぐに飛びつくわけにもいかないので、その後しばらく考えた。1ヶ月くらいは悩んでいただろう。その末に私は大宮の話に乗ることにした。付属大学には行かず、そのまま高卒で彼のもとへ行ったのだった。起業当初はテストプレイヤーとして仕事をしていた私。けど仕事が安定してメンバーが増えるまでは忙しい日々が続く。疲弊する大宮を見て、いても立ってもいられなくなった私は、テストプレイ以外の雑務もやると申し出た。最初は彼も、いや、いいよ、と遠慮していた。けど、私が無理やりにでも手伝おうとするので、そのうち折れて、いろいろな仕事を振ってくれるようになった。その甲斐あってか、業務は安定していき、しっかり休むこともできるようになった。仕事仲間が増えると、ゲーム以外の開発にも手を伸ばすようになった。スマホの高性能化は日進月歩です。これから先、今はパソコンでやっているようなことも、この板一枚でできるようになるんでしょうね。社内会議でそんな話題が出された。その社員が言った通り、スマホの進化は恐ろしく早い。最新だったグラフィックやオーディオ周り、処理能力は1年も経たずに過去のものになる。それに合わせてスマホゲームも 3D 化などして進化してきた。家庭用ゲームとの差が埋まるのも遠い未来の話ではないだろう。そうだね、スマホのゲーム画面をパソコンに出力して編集、サイトにアップ。今はそんな風にやっている人が大半だけど、これがスマホ一つで完結できるようになる時代は必ずやってくる。大宮たちが話を進める。彼らを見て私も混ざりたくなった。ただ会議メモを書くだけの役割はごめんだ。それだけじゃないよ。最近はカメラの進化もすごいでしょ。新しいモデルが出るたびに画素数がとかズーム倍率がとかいう宣伝文句が打ち出される。本格的なカメラを持っていなくてもいい写真が撮れる時代になってきた。動画サイトもそうだけど SNS ももっと流行ると思うよ。現時点で自撮りとか食べ物とかの写真で溢れてるし。なるほどな。つまりこれからの時代に求められるアプリケーションは、アプリゲームの開発を発端として、この会社では写真や動画の加工をするアプリ開発が始められたのだ。さらには社用携帯としてもスマホがさらに普及すると考え、スケジュール管理ができる手帳アプリなんかも開発した。そうやって時代を先取りし続けることで会社はどんどん大きくなっていった。ありがたいことに私が提案したアプリが大売れしたこともあった。その時は素直に嬉しくて、大学を蹴ってよかったと心の底から思った。私にはそんな過去があった。それを勝手に要約して本庄は高崎さんに話した。正直俺も最初は侮ってたけどさ、一緒に仕事してみるとすげえ人だって実感させられたよ。なおも田舎にいたくせにとブツブツ言い続ける彼女に対して、本庄は私の話をし続ける。あまり私本人の前で言わないでほしいのだが、高崎さんはさ、うちの英会話アプリに感激して志望したって言ってたよね。え、はい。それが何か？あのアプリはさくちゃんの提案から生まれたんだよ。え？彼女はまたしても驚きの声を上げた。あれの大ヒットが評価されて、支社の立ち上げとその管理を任される立場になったんだ。左遷なんかではなく、栄転で本社に戻る前提だったんだよ。大宮や私に次いで古株である本庄は余計なことまで話した。
確かに彼の話に嘘や偽りはない。私は向こうの支社の管理をしていた。まだまだプログラミングの知識が浅いので、名目上ナンバー2ということになっていたが、大宮と支社をつなぐジョイントは私だった。悔しそうに拳を握る高崎さん。その感情を顔にもむき出しにして睨んできた。私は入社以来必死に努力して課長になりました。田舎でのんびりしていたあなたになんか絶対負けませんから。彼女が全然懲りていないことに呆れる本性だけど、私は彼とは逆に感心していた。立場がどうとか実績があるとか、そんな固定概念にとらわれずに勝ちを目指す姿勢が素晴らしいと思ったからだ。私も高崎さんに認めてもらえるように頑張りますね。ふと e スポーツを始めた頃の記憶がよみがえった。今の高崎さんのように勝ちたいという思いで私は必死になっていたんだ。ずうずうしいかもしれないけれど、彼女の姿に自分の過去が重なったように思えた。私は彼女の宣戦布告を聞き入れることに。今後ともよろしく、高崎さん。問題は残ったが、その場はなんとか落ち着いたのであった。新戦略企画室の設立から数ヶ月が経った。揉めた高崎さんと一緒に仕事をしていく中で、私は彼女のスピード出世に納得していた。仕事について妥協しない姿勢が大宮の目に留まったのだろう。また常に完璧を目指すが、妄想に終わらずそれを現実のものにしていく能力もある。ただし問題点も見えた。高崎さん、いくらなんでも厳しすぎるんじゃない？部下にも己にも完璧主義を求めて叱責している場面をちらほら見る。今のように何度か注意しているのだが、こちらにはこちらのやり方がありますので、田舎のやり方は随分生ぬるいんですね、などと反撃してきて、ろくに話ができなかった。企画室の空気が悪くなっており、社長に話そうかとも考えた。しかし、彼女の優秀さは本物で、もし高崎さんが外されたら仕事は混乱してしまう。どうするべきなのか、私も本庄も迷っていた。そんなある時のこと、情報課の課員が高崎さんを除いて全員無断欠席をした。原因は分かりきっていたが、当の本人はあたふたしていて、落ち着かせなければ話にならない。一旦私から連絡を取った。もしもし、上野ですが。はい。今日はどうしたの？体調でも悪い？いえ、体調不良ではないです。もしかして高崎課長のこと？そう聞くと、少しためらった後に彼は答えた。そうです。申し訳ないですけど、高崎課長のやり方にはとてもついていけません。些細なことで毎日のように叱責を受け、常に完璧を求められる。そのことに疲れてしまっているのだという。心が不安定になり、近々精神科医に相談しようと考えているとのことだった。無理に来させるわけにもいかないので、とりあえず今日はゆっくりしてもらうことにした。そっちはどう？私と同じく連絡をしていた本庄に聞いてみるも、彼は首を横に振った。ダメだ、みんな同じだ。誰も彼もが口を揃えて高崎課長が原因だと語った。どうしようかと頭を抱える私たち。そこへ大宮が現れた。さくら、本庄君、明日の会議に使う例の資料、サーバーから出した？いや、俺は出してませんね。私も出さないよ。なくしたら最悪だもの。残念ながら、その最悪な状況だぞ。
どこを探してもファイルが見つからない。間違いなく誰かに消されてる。大宮のセリフを聞いて、私たちは声を出すこともできなかった。なるほど。ただ、高崎さんに反抗して休んだだけじゃなさそうだ。消えた資料は大企業に私たちの作ったアプリケーションを PR するための大切なもの。先方からは担当者やその上長、役員クラスまでもが出席する予定だ。それが消えたとなると、また一から作り直さなければならない。社長、今のお話、本当ですか？事務所の奥で聞いていた高崎さんが疲弊しきった様子で現れた。その顔にいつもの自信は存在せず、髪はボサボサだ。ああ、そんな底意地の悪い嘘はつかないさ。そうですよね、すいません。そう言うと彼女は自分の席に戻った。ノートパソコンを広げ、パチパチとキーボードを叩き始めた。どうやら資料を作り直そうとしているようだ。私も手伝うよ。手分けして。結構です。ご自身の仕事をなさってください。視線をスクリーンに向けたまま、高崎さんは私の申し出を断った。そんなこと言ったって、高崎さん一人じゃどうにもならないでしょ。これは私が招いた事態ですから、余計な手出しは無用です。なんて頑固な人だろう。解き伏せようとしても無駄よね。そう判断した私は PC を起動。高崎さんの手元にある資料を勝手に半分ほど取る。やめてください。私の責任は私が取りま、いい加減にして。彼女の声を遮るように、私は大きめの声で言った。私への態度や部下の扱いを叱ったのではない。この事件を通して大宮に伝わったので、後者に関しては後で罰があるだろうけど、それよりも私は高崎さんがすべて一人で背負おうとしていることを叱責したのだ。何のために上司や同僚がいると思ってるの？こんな時くらい頼りなさい。いつまでも自分の都合だけで意地を張っていては、仕事に影響するってことがまだわかんないの？私が雪崩のように言葉を放つと、高崎さんは手を止めて愕然とした。彼女の目尻には一粒の涙が見えた。すみません。声を震わせながら高崎さんは謝罪の言葉を口にした。彼女からその言葉が出るのは初めてのことだった。それに続いて弱々しく協力してくれとの依頼も受けた。言わなくても手伝うよ。ほら、あんたも手伝いなさいよ。一度すべての資料を回収し、おおよそ3等分して高崎さん、本庄、私に配り直した。まったく人使いが荒いな、さくちゃんは。今度の飲み会おごってもらおうかな。社長、次の飲み会本庄くんは欠席でお願いします。そりゃないよ、さくちゃん。わかった、欠席だ。そう言いながら大宮は私の向かいの席に座った。そんな。わざとらしくうなだれる本庄を横目に見ながら、私が配った資料をまた回収する大宮。今度はそれを4等分し再配分。彼も手伝ってくれるようだ。加えて本庄の部下たちも手が空いた時間を使って復旧作業に参加してくれていた。どうなることかと思ったが、その日の夜8時過ぎには何とか終わらせることができた。大きく安堵する私たちの横で、高崎さんは手伝った人に小声ですいません、すいませんと繰り返し謝罪していたのだった。復旧を終え、さあ帰ろうという頃、ロッカールームで着替えをしていると高崎さんが声をかけてきた。その、私は大変身勝手でした。部下の人たちをこんなことになるまで追い詰めて。今更遅いのですが、
本当に反省しております。処分はいかようにも受けます。そう弱々しく言った。いろいろと話を聞く中で、彼女がどうして厳しすぎるのか、その理由が見えてきた。高崎さんはお嬢様学校の出身であり、小学校から大学までほぼ女性しかいない環境で生活していた。そのため男性に対して少し苦手意識と対抗意識があったようだ。それでまともな接し方が分からずといった具合だろう。逆に男性に負けたくないという対抗意識があったからこそ、彼女は努力し続けて課長にまで上り詰めたのだと言える。自分が必死になる中、突然田舎からやってきた私が周りから信頼されているのを見て嫉妬したのだと、高崎さんは赤裸々に話してくれた。まあ処分をどうするかは社長次第だからね。はい。着替えて駐車場に向かいながら、高崎さんの今後について考えた。仕事の腕は確かだし、反省して更生の見込みがある。私は彼女を有能だと考えているが、傷ついた部下もいることだし、やっぱり最終的な判断は大宮だ。焼け石に水かもしれないが、少しでも罰を軽くしてもらうよう私から打診しようと思っている。彼女に下された処罰は降格であった。大宮いわく、新戦略企画室情報課の平社員としてゼロから勉強し直すようにとのことだ。無論彼女と共に仕事をしたくないという元部下もたくさんいた。また無断欠勤をしたということで、彼らにも多少の罰があったようだ。何はともあれ、新たに別の社員を招き、情報課は再スタートしたのであった。事件から数週間経った頃、私と高崎さんは時々雑談するような仲になっていた。せっかく気兼ねなく話せるようになったので、ずっと気になっていたことを聞いてみることにした。高崎さんってもしかして菊花女子だったりする？え、はい、菊花女子を出てますけど。やっぱり偶然だね。私も菊花女子なの。え？思った通りだった。お嬢様学校だと聞いていたし、学校生活のことについて共感できることがあまりにも多く、もしかしてと思っていた。何を隠そう、私も高校生まではお嬢様というレールの上を走らされていたのだ。高崎さんは私の二つ下。私が e スポーツにのめり込んでいる間に、彼女は高等部に入ってきたことになる。高崎さんと菊花女子の話をしていると、どんどん昔のことを思い出してきた。ほとんどの生徒がエスカレーター式に菊花女子大に進学する。そんな中、高卒で去ることにした私は異端児だった。でも大宮についていくという選択は後悔していない。ずっとお嬢様であることに違和感があったのだ。その思いは幼少期から抱えていた。外を走り回り、木に登り、私は私のやりたいように遊んでいるのに、親や使用人に妨げられる。親が決めた学校に入り、親の言う通りに就職を目指す。決められたお嬢様路線に嫌気がさしていたのだ。今思えば、私が欲しかったのは自由なのかもしれない。外遊びも e スポーツも誰にも妨害されず熱中したかった。さまざまな綺麗事を並べたけど、結局私は家庭の方針から逃げたかったんだ。親の固定概念に支配されることを拒んで自由になりたいだけだった。大宮はあの時、ゲームにのめり込む私に何を見出したのだろう。敷かれたレールをねじ曲げてまでゲームを楽しんでいる君なら、
どんなゲームが人を楽しませるのかよくわかると思うんだ、と語った彼。ゲームを楽しんでいること自体に注目したのか、レールをねじ曲げるという自由を求める姿勢に注目したのか、それは彼にしかわからないことだ。ところで上野さん、何？突然何か思い出したかのように高崎さんが話し出した。その目はなぜかキラキラしている。もしかして文化祭でロミオ役をやっていませんでしたか？え？ああ、うん、やってたよ。嫌なことを覚えてるな。なぜかクラスの出し物でロミオとジュリエットの劇をやることになった。高崎さんが言うように私はロミオ役を演じた。やりたくて立候補したわけじゃない。じゃんけんで負けたのだ。美しいカンバセ、悩ましげな仕草、ジュリエットを見つめる優しい瞳、盾の時の力強く柔軟な動き、高崎さん、まるで別人のように彼女はうっとりしながら語る。私の理想がこんな近くにいらっしゃったなんて、さくら様一生ついていきます。はい。あまりの変わりようにさっきまで考えていたことがすべて吹き飛んだ。さくら様、お足元にご注意ください。注意って言ったって、これはいつも降りているただの階段だ。うん。そんな高崎さんを見て私はただ笑うことしかできなかった。すっかりおとなしくかつ従順になった高崎さんはせっせと仕事をこなし続けている。人当たりもよく本当に別人のようになっていた。本庄がさくちゃんみたいな人を目指しなよなんて余計なことを言ったらしい。素直な人間になってくれたことは嬉しいのだが、もはや私の信者のようになり、私が間違っていた場合ちゃんと指摘してくれるのかと心配になる。ある日、とあるプロジェクトが無事に終わったことを祝して打ち上げが開かれた。お願いしますよ、さくら様。またあのお姿が見たいです。嫌だよ、そんなことおっしゃらずに。酔っ払いが変なことを言ったせいで私がロミオ役をやったことが新戦略企画室のメンバーに広まってしまった。それ自体は別に構わないけど、このだるからみはどうにかしてほしいな。高崎さんがお手洗いに向かった隙を狙って私は外の空気を吸いに出た。店の入り口付近にある喫煙所を見ると大宮の姿があった。すごい懐かれたな、見てたのねと苦笑しながら空を見た。相変わらず田舎に比べて見える星の密度が低い。しかし全く見えないわけじゃない。狭い中、曇った中でも見える強い星は存在する。それは大量の星を拝める田舎では逆に気づかない存在だ。新設した企画室な、会社の内外問わず評判がいいんだ。室長のおかげだよ。あの時あなたが私を拾ってくれたおかげだね。実家から抜け出すことができたのは彼が手を差し伸べてくれたからだ。これは後から知ったことだけど、地方勤務に命じたのは私の居場所をわからなくさせて実家からの捜索を諦めさせるためだったらしい。本当に感謝してるよ。大宮は何も言わず煙を吐いた。そこへ、さくら様、さくら様はどちらに？店内からまた酔っ払いの声が聞こえる。呼ばれちゃった。そう言い私は足を店内に向ける。しかしその直後腕をつかんで止められた。もう少しここにいてくれ。なんで？恋人といたいと思って何が悪いんだ。
タバコを水の入った灰皿に捨て、そんなことを言った。少し恥ずかしくなって、私は顔をそらす。付き合いの長い私たちは互いに惹かれ、そろそろ結婚しようかというところまで話が進んでいた。さくらが結婚するって知ったら、彼女はどうするかな？あの人は強いから、多分大丈夫でしょ。軽く笑いながら、心配は無用だと返した。さくら様？さくら様？大丈夫だよね。ずっと自由を目指していた私。使用人を振り切って遊んだ。両親に反抗して e スポーツに熱中した。けど、あのままでは何にもならなかったと思う。私の人生が変わったのは、彼、大宮高春の手を取ったからだ。今、幸せを感じることができているのは、彼のおかげだと思う。この先も、私は自分で道を探していく。誰かが敷いたレールや、みんながそうだからという固定概念ではなく、自分自身が進みたいルートを自由に選ぶ。そして、自分自身が固定概念にとらわれないよう、日々変わっていきたいと思う。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。酒井部長はゴルフがとても上手ですね。何か秘密があるのですか？親会社の役員たちとの接待ゴルフの日、俺は親会社の機嫌を取るためにそんなことを聞いてみた。秘密も何もない。そんなしょうもないゴルフクラブを使ってたら、そりゃいいスコアなんて出せないだろ。まあお前たち貧乏会社の社員はそれくらいのものが精一杯なんだろうけどな。くー、腹立つ。次のショットでこの人のゴルフクラブが折れたりしてくれないかななんて思ったり思わなかったり。周りの下請け会社からの参加者たちもそろそろ疲れや苛立ちを隠せなくなってきている。そんな時、もし俺に勝てたら取引条件よくしてやる。酒井部長が笑いながら言い放った。それを聞いてうちの課長は不敵な笑みを浮かべた。俺も心に火がつき、ゴルフクラブを固く握った。俺の名前は倉田亮太。大会社の下請け会社に勤めている25歳のサラリーマンだ。職場環境はいいところで、同僚や先輩、それから後輩たちとの間にあまり壁がなく、みんなクラスメイトのように接し合っている。仕事での相談や有給の申請なんかも悩むことなく上司に相談できるので、かなりのホワイト企業と言えるだろう。しかし、そんな俺たちが毎度嫌な思いをさせられる時がある。それは親会社からの仕事の連絡が入った時だ。作業量が多少増えるだとか、納期を少しだけ早めてほしいとか、そのような相談などの電話なら大して気にもしないけれども、親会社からの電話はいつも命令のようなものなのだ。例を挙げるなら、この間言っていた案件の納期1ヶ月前倒して提出するように。できなかったら分かってるだろうな。この依頼ならこれくらいが相場だろう。何？それでは安すぎる？相場も知らないのかね、君たちは。これだから子会社は。いちいち口出しするな。この案件の規模では人手が足りない？だったら普通に残業させればいいだろ。まあだいたいこんな感じ。確かに俺たちは彼らからしてみれば下の立場の会社かもしれない。それでもこのように人を見下すような言い方をするのは良いことではない。他の会社がどうかはわからないけど、俺としてそのような態度や物言いで仕事を強制的に依頼してくる会社はろくでもない場所だと認識している。そして特に俺たちから嫌われているのが
その親会社の酒井という人物、親会社から電話をかけてくる相手の中で特にひどい悪態をついてくるのが彼。はあ、これは親会社である俺たちからの指令だ。上の者に下の者が従う、そんな当たり前のことすら教えてもらえなかったのか。さすがは三流以下の大学を出た連中が集まる場所だな。やれと言ったらやれ、何度も俺に喋らせるな。目上の人を気遣うこともできないのか。お前、それじゃあ社会ではやっていけないからな。と、このように人のことを下に見ていることをうかがえる発言を癖のように言い放つ彼に対して、俺たちは全くもっていい印象を抱いていなかった。正直嫌いだ。いくら彼らが学生の頃受験勉強を頑張っていい大学を卒業したからといって、それが人に暴言を吐いていい理由にはならないはずだ。きっと彼の中での俺たちは今も昔も何も努力をしていない怠惰な連中にしか見えていないのだろう。そんないやいや仕事をしなければならない日常が続く中で、ゴルフのコンペが行われるという話が上から伝わってきた。関連会社がみんな出席するものだから、俺たちの中からも誰かが行かなければならない。嫌な人たちと顔合わせをしないといけない、勇者が選ばれる。とはいえこの行事は毎年あって、いつも役職持ちの社員が出席していた。そして今年は俺の部署の部長と課長が出席する予定となっていた。しかし不幸なことに部長は大怪我をしてしまった。先日階段で足を踏み外してしまい、足を複雑骨折、しばらくの間松葉杖をつく生活を送らなければいけなくなった。そのことを聞いた俺は心の中で、なぜこのタイミングでという絶望と、彼のあまりにも痛々しい姿に対する心配、この二つの意味を込めてマジかよと思った。だからひょっとするとその時口から言葉として漏れ出ていたかもしれない。こうなった以上代役が必要となる。さて誰を連れていくか。課長は皆を集めて話を始めた。最初、ああきっと空気が重たくなるだろうなと思いながら暗い気持ちで聞くつもりだった。しかし俺よりも10年近くここで働いている先輩のうちの一人が、話し合い開始早々のタイミングで、倉田亮太君が適任だと思いますとはっきり言ったのだ。なんでですか。だってこの中でスポーツができる若い子といえば倉田君だけだろ。俺たち中年 G バーにはさすがに荷が重いよ。それを言うなら部長だってそこそこに年を。あれは例外だ。いや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 と首を激しく左右に振りながら拒絶してしまったんだが、周りの人が声を揃えて納得してしまっている。そんな期待を込めた眼差しで俺のことを見ないでくれと、とてつもなく悲しい気持ちになった。そのせいで自分でも出したことのないような情けない声を出してしまった。魂が抜けたように事務椅子に座る俺をよそに、じゃあ接待ゴルフに行く勇者は倉田君で決定と皆で盛り上がっていた。はあ、なんでこんなことになってしまったのだろう。しかし引き受けてしまった以上、しっかりと役目を果たさなければならない。けどやっぱりコンペの日が近づいていくにつれて、憂鬱な気持ちが膨れ上がっていく。ああ、ゴルフの感覚の確認だけ念のためにしておくか。前日に有給をもらえた俺は、物入れの奥の方にしまい込んだクラブを探し出し、ゴルフ場へと赴いた。いつぶりだろうな、お前のことを使うのは。すっかりバッグにホコリがかぶってしまっていたが、一応愛用していたゴルフクラブだ。昔のめり込んでいた時期があったので、一回素振りをした時にとても懐かしい感覚を思い出した。また
久しぶりにコースで打てるの楽しみだな。嫌な人と一緒にゴルフをするのは正直遠慮したいところだけれども、それ以上に久しぶりにコースで打てるのが楽しみだ。俺はそんなことを思いながら遠くのネットに向けてゴルフボールを飛ばし続けた。当日、課長と会場に向かうとすでに何人かが集まっていた。集合時間よりだいぶ前に来たのにもかかわらず、すでに来ている人がいて驚いた。だがそのせいもあってとても気まずかった。周りの人はいかにも部長です、役員ですといった感じの貫禄ある年配の人たちがほとんどだった。だから30代20代の俺たちの存在はとても浮いているように思えたけど、そんなことも言っていられない。今日自分たちが周囲に与えた印象がそのまま今後の仕事の関係に影響してくると思うと臆病にはなっていられなかった。俺も課長も周りの人に溶け込んでいけるように当たり障りのない話題で会話を展開し、待機時間を乗り切った。コンペが始まると俺は思っていた通りの現実を見ることになり、面白おかしくってついニコニコとしてしまった。よっ、ナイスショットですよ。さすがですね。私にはあんなのとても打てませんよ。下請け会社から集った人たちがみんなして手を抜いて親会社の役員を立てている。もちろん俺と課長もだ。とても楽しそうだなお前。笑みを浮かべる俺に話しかけてきたのは聞き慣れた声をしていた男、酒井だ。はい、広い自然の中でのびのびとゴルフができてとても爽快な気分です。爽快とはまたおかしなことを言うやつだな。俺とこんなに点数差がついてるというのにもっと悔しくなるもんじゃないのかね。そりゃ酒井部長にはかないませんよ。私なんてまだまだ経験が浅い身ですので、部長のショットを見てるこっち側までも気持ちよくなれる素晴らしい一球です。ははは、なんだ、わかってるじゃないか。酒井もそこそこゴルフにのめり込んでいる。毎年のように彼の接待を任されていた部長や課長からそう聞いている。だからなのかもしれないが、他の人と比べて確かに良い腕前をしている。しかも今日はいつもと比べて良いスコアを出せていると言って、少々調子に乗っているような気もした。ああ、ちょっと口が悪かったかもしれないけど、こうして時々荒れた言葉を入れていかないと、この人の言動に対するストレスを抑えきれそうにないのだ。しかし、酒井部長は本当にゴルフが上手ですね。何か秘密があるのですか？秘密も何もない。だが、そんなしょうもないゴルフクラブを使ってたら、そりゃいいスコアなんて出せないだろ。まあ、お前たち貧乏会社の社員は、それくらいのものが精一杯なんだろうけどな。くぅ、腹立つ。次のショットでこの人のゴルフクラブが折れたりしてくれないかな、なんて、思ったり思わなかったり。とにかく、下請け会社の人たちと点差を広げていくにつれて、酒井の物言いがどんどんひどくなっていった。その場にいた他の下請け会社の社員たちも、そろそろ笑顔を作るだけの余裕がなくなろうとしていた。みな、見られていない一瞬があると、疲れたような顔をする。しかし、ここで酒井がある発言をしたことで、課長が不気味な笑みを浮かべたのだ。はっはっは。よし、お前たち。ここで俺に勝つことができたら、取引条件を大幅に変更してやっても構わないぞ。これは自分が絶対に勝つと信じているからこその発言なのだろう。しかし、おごれるものも久しからず。ただ、春の夜の夢のごとしと昔の人までもが言うくらいだ。傲慢になった人はいつしか痛い目を見る。それはきっと運命のようなものなのではないだろうかと俺は思う。課長、悪い顔になってますよ。俺がそっと課長にささやくと、君には言われたかないね、と返してきた。
俺も同じような顔していたのだ。いいんですかね、やっちゃって。やっちゃえやっちゃえ。とてつもなく上機嫌になった課長に背中を押された俺は、久しぶりに情熱をたぎらせ、玉の前に構えた。そしてその場にいた人たちを驚かせるようなショットを打った。今まで誰も打ち出せていないほどの一球を。その後に酒井の顔を見てみると、彼は口を開けて驚いていた。はははまぐれですよ、まぐれ。俺は打つたびにその言葉をつぶやいた。そして最終ラウンドに立った時に、自分が酒井をも抜いてぶっちぎりのスコアを出していたことに気がついた。打順が俺よりも前の酒井は、悔しそうにとても綺麗な放物線を描くショットを放った。俺はそれに対して、すごく綺麗なショットですねと拍手しながら褒めた後で、ホールインワンを決めてコンペの最優秀賞を勝ち取った。その後に続くかのように、ものすごい悔しそうなしかめっ面をしながら、酒井もホールに玉を入れた。小学校に上がった頃、俺はテレビで見たプロゴルファーのショットを見て強い憧れを抱いた。自分もあんな気持ちのいいショットを打てたのなら。そんな夢を親に語ったら、次の休日ぐらいに父さんと一緒に打ちっぱなしのゴルフ場に行った。最初はうまく打てなかったけれども、隣の人が伸びのあるショットを打っているのを見て、上達したいという意欲をかきたてられた。そのおかげでできないことは苦ではなかった。むしろそれを克服していく楽しさを知ることができて、肉体のトレーニングも含めて没頭するようになった。そして数年後、高校に進学した頃から大学を卒業するまでの間で、俺は何度かチャンピオンの栄光をつかみ取ることができたのだった。社会人になってからはプレーをあまりしていなかったので、全盛期と比べたら腕は落ちている。しかしそれでも周りの人たちの実力と比べると雲泥の差があった。そういうのもあって、参加者たちのほとんどが驚愕していた。いや、酒井部長が取引条件を変えてくれるとおっしゃいましたので、つい気合が入ってしまいました。申し訳ありませんと、俺は皮肉の意味も込めて謝罪をした。少しヘラヘラと頭をかく仕草をしながら、そういったものだから、親会社の人たちはむすっと怖い顔をしていた。しかし今日いやいやこの場に集った下請け会社勢の人たちは、とても清々しい笑顔を浮かべていた。いつも困らせてくる親会社に一矢報いたような気持ちになれて、きっと彼らも内心スカッとしているんだろうなと、なんとなく分かった。さすがにこんな状況になってしまっては、親会社の人たちも明るい顔はしていられないだろうと思い、俺は一行の顔を見た。しかしそこには俺が思いもしなかった光景があった。いや、実に見事だった。ああ、正直こんなに惨敗したのは初めてで、悔しさと腹立たしさを感じたよ。けどあんなに見事なプレーを見せられては、素直にすごいって感心してしまうよ。むしろ今日のゴルフが過去一番楽しかったかもしれませんなと、みな俺に称賛の拍手を送ってきていたのだ。先ほどまであんなにも不機嫌そうな顔をしていたのに、どうしてこんなにもすぐ切り替えをすることができるのだろう。そんな予想外の反応を見て、俺の中にあった彼らの印象が大きく変わった。ありがとうございます。予想外の展開に少し困惑したものの、なんだかすごく嬉しくなった。俺はその気持ちのまま酒井に言った。取引条件の変更、よろしくお願いしますね。ああ、もちろんだとも。この時の彼からのまっすぐな視線は、以前の彼のものとは違っていた。本当なら嫌な気分になるようなものじゃないはずなんだけれども、今までの彼を見た後では、少々不気味というか、気持ちの悪いものを感じた。果たして今の彼は作られた人格なのか、本来の人格なのか。
どちらにせよ、俺はとてつもない違和感を感じずにはいられなかった。しかし、倉田君はすごいな。一体どこでゴルフを習ったんだい？そうですね。実は小さい頃から、俺は自分が今まで積み重ねてきた努力の内容を酒井さんに語った。手に血まめができるほど素振りや打ち込みをやってきたこと、スランプに陥って昔自暴自棄になりかけたこと、そしてそれを乗り越えて何度もチャンピオンの栄光をつかめたことというわけです。あ、まあ社会人になってからはほとんど触れていませんでしたけどね。仕事が忙しくて。俺がそう言うと酒井さんは深く頭を垂れた。君の苦悩は俺も理解できる気がするよ。俺も親に強制させられて勉強机に向かっていた。そうして一流大学に入学し、今の会社に就職することができた俺は、ある時思ったんだ。果たしてこれは俺が生きたいと思えた人生なんだろうかって。その悩みが日に日にこじれていって、いつしか俺は。そこまで言って彼はしばらく黙り込んだ。いつしか俺は自分よりも下の人たちを毛嫌いするようになった。自分よりも努力をしてこなかったやつらなんだって妬ましく思った。だから八つ当たりするように。でも君の見事なプレーを見て、そうじゃないんだって気がついた。正直尊敬してしまったよ。酒井さんは悲しげに笑いながらそう言った。君たちが最近忙しいっていうのにはきっと俺たちの責任もあるだろう。本当に無茶なことを言ったり高圧的な態度をとってすまなかったよ。いいんですよ。酒井部長が理解ある人でよかったです。やはり人は自分の中で必死に努力して生きている、そういう人が世の中にはたくさんいるんです。それを知ってほしい気持ちもあって、あのようなことをしてしまいました。正直今となっては申し訳ない気持ちでいっぱいです。ははは、君がそう思うことはないだろう。天狗になってた俺たちにとってはいい目覚ましになったよ。ありがとう。酒井さんはそう言って俺に手を差し出してきた。俺は彼の手を固く握り握手を交わした。その後酒井さんは他の下請け会社の役員や俺の会社の課長にも謝罪していた。どうやら彼の心はまだ曲がりきってはいなかったんだと少し安心した。これからはきっと以前よりも良い条件で仕事ができるだろうと俺は期待に胸を膨らませた。ゴルフが終わり、そこからみんなで酒を飲むために二次会に出かけた。以前までの酒井さんとは絶対に飲みたくないと思っていたが、今宵の席にいる彼とはとても気持ちよく、そして楽しくワイワイと飲むことができた。当日二次会が終わって帰宅すると、スマホに一件のメッセージが入っていた。差出人は大学時代の元カノからだった。一瞬で酔いが覚めた。彼女とは大学時代に知り合った。キャンパスの近くにもゴルフ場があり、俺は練習のためそこに毎日通っていた。彼女はそこでアルバイトをしていたので何度か顔を合わせる機会があった。そのうちたわいもない日常会話をするようになるまで仲が良くなった俺たち。プライベートでも遊びに行くようになり、互いの距離が近づいていく。そしてある日、俺は彼女から告白され、付き合うことになったのだ。彼女から好意を持たれていると知った俺は、今まで以上に練習に気合が入るようになり、長らく悩んでいたスランプからも脱することができた。それからは彼女も俺の試合についてきてくれるようになった。弁当を作ってくれたり、飲み物を調合してきてくれたり、感謝してもしたりないくらいにいろいろとサポートしてもらえた。だから俺は試合の結果をもって
彼女の期待に応えようと努力を重ねた。しかし、不幸は突然訪れた。大学4年生の頃、俺の腕が壊れてしまった。練習などによる酷使のせいで、関節部分に重大な問題を抱えてしまったのだ。そのせいで俺は、夢見ていたプロゴルファーへの道を断たれることとなってしまった。そのことがあまりにもショックで、俺は他のことを考えることができなかった。同時に、今まで支えてきてくれた彼女に対して、強烈な罪悪感を抱いてしまった。今までこんなにも寄り添ってきてくれたのに、きっとこのままでは彼女をがっかりさせてしまう。それが怖くなった俺は、大学卒業と同時に彼女との連絡を完全に絶った。何も言わず俺は逃げてしまったのだ。今となっては大きな後悔となっている。ずっと申し訳ない気持ちを抱いたままで、俺は今の下請け会社で働いてきたのだ。だから突然のメッセージの内容を確認するのが怖かった。絶対怒ってる。どう答えたらいいのかわからないような質問を綴っているに違いないから。しかし内容は意外と穏やかなものだった。りょうちゃんだよね。お久しぶり。元気にしてたかな。実は私、今日りょうちゃんが来たゴルフ場に勤めていてさ、途中からプレーを見てた。それで楽しそうに良いショットを打っている姿を見て少し安心したんだ。突然いなくなったから心配した。連絡先はあなたと一緒にいた課長さんに教えてもらったの。勝手なことをしてごめんなさい。でもどうしても連絡をしたくて。その内容を見た俺は思わず涙をこぼしてしまった。あんなにもいい加減なことをした俺のことを今でもこうやって思ってくれているんだって。自分のせいで彼女をどれだけ苦しめてしまったのだろうって、そう思うと情けない気持ちでいっぱいになった。俺はすぐさま連絡先の中から彼女を見つけ出し、そして電話をかけた。彼女がそれに答えてくれたとき、一言目から俺は、ごめん、ごめん、と何度もつぶやいた。それに対して彼女は、いいんだよ、いいんだよ、と慰めるように震える声で言ってくれた。その優しさを受けて、俺の気持ちはどんどん膨れ上がっていった。あの日のぬくもりと幸せがどんどん胸の中でよみがえっていく。大人になってから色あせ始めた心が鮮やかさを取り戻していくのを俺は感じた。その電話の中で俺たちは週末にご飯に行こうと約束をした。そして当日、久しぶりに会った彼女は以前よりもさらに美しくなっていた。あのさ、本当にあの時はごめん。最初どんな話題で会話しようかお互い悩んでいたところで、俺は彼女に平謝りした。彼女はくすっと笑いながら、いいんだよりょうちゃん、でも突然いなくなって心配したんだよ。てっきり嫌われちゃったんだって思った。そんなことはない。俺は今でも、凛のことが。私のことが？好き、だから。ふふ、よく言えましたね。嬉しいよ。彼女は昔から、こんな感じ。俺はこういう時、緊張してしまったり、恥ずかしくなったりするからぎこちなくなる。それを面白がってからかってくるのだ。昔の彼女と変わってなくて安心した。この食事をきっかけに俺たちは自然とよりを戻すことができた。
ゴルフばかりだった学生の頃にできなかったデートへと彼女を連れて行きたいなと俺は思ったのだった。一方、会社の方は騒然としていた。長年苦しめられていた不利な条件での取引内容が改められたことに皆が驚いていた。おい、見てみろよ亮太、お前のおかげで前よりもだいぶ条件が良くなったぞ。本当に俺たちの救世主だ。さすがは勇者様だわ。なんなら英雄ですね。と、そんな感じでみんなから称賛の言葉を浴びた。いや、それほどでも。俺は素直にデレデレと喜んだ。しかし浮かれてもいられないのだ。今回の一件でこそ活躍できたが、普段の業務の中だと俺は大した戦力になることはできない。経験と知識を蓄えた先輩や役員の人たちのようにバリバリと仕事をこなせるほど実力が売れてはいない。だからこそこれからも精進して業務でも戦力になれるように頑張らなければならない。でも誰かのためになれるってこんなにも嬉しいんだなってコンペを通して再認識することができた。親会社から電話をかけてくるのは変わらず坂井さんだったけれども、以前のように高圧的な態度やトゲのある言い方ではなく、柔らかで物腰が低いものになっていた。それは俺や課長に対してだけではない、他の社員や役員の人にも等しく、彼は優しい口調で話すようになったのだ。最初はあまりの変わりようにみんな違和感を覚えていたみたいだけれども、前よりもこっちの方がずっといいと言って受け入れていた。坂井さんが変わってくれたおかげで、今までの悩みの種だったストレスからも解放された。その影響で俺たちの会社の雰囲気は以前よりも明るいものになった。みんな充実した毎日を過ごすことができているように見えた。それからしばらく経ったある日、俺は坂井さんと顔を合わせることがあった。その時に、ぜひともゴルフを教えてくれと必死にお願いしてきたのだ。実はいろんなコーチに指導してきてもらったんだけどね、どうもなかなか実力が伸びなくて困っていたんだ。その気持ちよくわかります。自分もスランプの時は思いっきり悩みましたから。さすがはチャンピオンだな。倉田君に教えてもらえたらきっと伸びる気がするんだ。そこまで言われるとなんだか少し照れます。わかりました、私でよければご相談に乗りますよ。本当か、ありがとう、助かるよ。このようなことがあって、俺は坂井さんと一緒にゴルフをするようになった。まさかあの頃嫌っていた人とこうして楽しくスポーツをする日が来ようとは。人生何があるかわからないものだなと思った。彼女の凛との仲もとても順調だ。離れていた時間を埋めるかのように俺たちはたくさんお話をして遊んで、そして満月を眺める夜を何度も過ごした。その中で凛は俺に一つの告白をした。実は私ね、りょうちゃんがいなかった間誰とも付き合ってないんだ。ずっと忘れることができなかったから。凛、本当にありがとう。これからも君だけを愛していくよ、ずっとずっと。うん、ありがとう。俺たちはあれからさらに成長して社会人となった。ほろ苦い現実と濃厚で甘い恋の味、そして触れ合う肌のぬくもりは二人の時間をどこまでも尊いものへと変えてくれる。この大切な日々を守るためにも、凛を幸せにしてみせるためにも、俺は彼女の次の誕生日にプロポーズをすることを決意した。ちなみにあのコンペの一件があってからは、親会社と下請け会社が集ってゴルフをするときは全員本気でやり合うようになった。おかげでこれまで感じることができなかった
勝利と敗北の間にあるスリルを味わうことができると、全員すごく楽しんでいた。驚くほど実力を伸ばした酒井部長のショットも炸裂し、俺たち下請け会社チームもなかなかにヒヤヒヤとさせられた。けれども、俺だってそれ相応に努力は積んできている。そう簡単に負けたりはしない。いや、こんな楽しい戦いはしたことがない。青春の頃を思い出すよ。これはこの後のビールもうまいでしょうね。よっしゃ、どっちが勝利の美酒を飲めるか勝負だな。望むところです。そう簡単には負けませんからね。緊張しながら迎えたプロポーズの日。俺はずっと貯めていたお金で彼女のためだけの指輪を買い、それを持って告白した。恋愛では俺よりも落ち着いているところがある彼女のことだから、静かに答えを出してくるのかと思っていたけど、この日はそうならなかった。え、そんな、だって私まだ心の準備が、いや、とものすごく動揺していた。冷静であることが多い凛ではあるけど、びっくりしたり唐突な出来事には弱い。普段見ないような彼女の反応に俺は思わず笑ってしまった。先ほどまで抱いていた緊張の糸が一瞬にして解けた。俺には凛しかいないって思えた。だからこれからもずっとそばにいてほしいんだ。君をずっと愛していきたい。だから俺と結婚してくれ、凛。そんな君も愛おしい。君のすべてが愛くるしい。そのことも伝えたかったけれども、それはとりあえず心の中にしまっておくことにした。あんまり言葉が多いと、せっかくの雰囲気も台無しになってしまうような気がしたから。凛は俺のプロポーズに対して、嬉しそうに泣いてくれながら、うん、する。りょうちゃんと、これからもずっと一緒になる。と答えてくれた。俺はそんな彼女をそっと包み込むように抱きしめた。彼女が喜ぶその様子が何よりも尊く思えた。いろんな出来事が重なった中で、俺はいろいろと再認識することができた。人にはそれぞれ得意不得意がある。他人に追いつくために本人なりに全力で努力していることだってある。けれども、それらすべてを誰かが認知してくれるわけでもない。気がついてもらえず心ないことを言われることだってきっとある。でもそんなことは言ってはいけないんだ。人を見下したり目に見えている部分だけで人を判断するのはあまり良いことではない。けれども人間は人間である限り、どうしても心の奥底にある欲求を満たしたくて無意識のうちにそのようなことを言ってしまうこともある。それを防ぐためには、やはり日頃からの言動や心持ちについて考え続ける必要があると思う。疲れることかもしれないけど、理性的に生きることができる自分たちになら、と俺は信じている。だから、これからも自分の行いについて、しっかりと考えていこうと思えた。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。